はいどうもこんにちは、ヒカルです。今回ですけども、なんとですね、レクサス納車します。やったー、よっしゃ、ゲットー。いや、レクサスの、あの LM っていうね、なんかアルファードみたいなレクサスがちょっと前に出たんですよ。で、お値段の方がまあ2000万ちょっとで、結構ね、その有名な経営者の方とかがこぞって購入したっていう、はい、やってたんですけど、いや本当にもうこれルチルポワーなんじゃないかっていうような出来事で、レクサスがね手に入ったんですよ、ね、いやまさかすぎません。なんかツイートしとったもんね。いやそうなんですよ、レクサス欲しいなってツイートして、その3日後ぐらいですよ、あの入江さんからレクサス乗りますって、そう言ってもらえて、で今入江さんがいるとこ向かってるんですけど、いやまさかねレクサスもらえることになるとはね、俺も予測してないですよね。でもさっきのさ言い方やったらさ、乗るってことはさ乗るだけじゃないんです、あれもらうとかじゃなくて、もうなんかあーこれだから、なんていうかな、前さんクラスの人間は言葉の先が分からへんのよもうだから1言ったら10理解せな。入江さんの乗るっていうのは、俺がツイッターで欲しいなって言っとってやで、普通にそんな子供みたいにレクサス見せびらかして、俺どうですかどうですかみたいなことやると思う、入江さんがそんなちっちゃい人間と一緒にビジネスできる、あー俺で考えてほしい、ね、無理やんこんなん。そんな普通に仮に例えばやで、じゃあ俺がロレックスつけてましたと、誰か、まあ、青笹とかがロレックス欲しいなってツイートしててやで、ロレックス見るってつけてみるって言ってつけさすだけって話ある？いや考えてみて、俺それもちっちゃすぎて人として器が、俺信じれへんねんほんまに。なんか そんなもしそんな人やったとしたらね、確かに。で俺はそのライン来た瞬間に、あくれるんやってとこまで行ったけど、すぐに、もうだって分かるもん、成功者の考え方が。マイスターその辺がまだまだまあ普通の人なのかもしれない、マインドが、うん、1を1として受け取っちゃうっていう、うん、だから多分あれなんじゃない、やっぱその成功者の人と話噛み合わんのかもな。ああ、まあその次元に行けてへんね、うん、もうちょっとすごい人とかだったら1言って、レクサス乗りますかって言ったら、あレクサスでどっか連れて行ってくれて、美味しいなんかお寿司でも送ってくれるんかなって。あ、旅行的なやつ、ね、これがまあ2とか3のレベル、はいはいはい、俺がなるとあもらえるんやってもうだからね、ほんとワクワクしてるんですよ、ほんとに。アルファードももちろん使うし、うん、みんなで乗るときは使うし、俺が一人とか二人とかで乗るときはレクサスの乗ってとか、はいはいはい、そうそうそう、やっぱあっちの方がやっぱ乗り心地は良かったりするから、うん、めっちゃいいやん。何なんだこの欲しいって思ったものが手に入る能力、いやすごいね。もうルチルじゃない、これぞまさにルチルパワー。えぐいな、ルチルパワーでしょ、もうこれはもう完全に。佐々木さんどう思います？いやでもレクサスって、はい、みんなが欲しいけど買いたくても買えないですよ。いやそうなんですよね、はい、予約してもこう何年先とか、うん、3日とか4日とかで手に入るってもうバケモンっすけど。いや奇跡なんですよマジで、これ奇跡中の奇跡で、そんなことありえます？いやこれ俺持っとるなと思ったら、俺もなんかこうもしかしたら願い叶うかもなと思ってツイートしてみたわけよ。そのちょっと後になんか青笹が俺もレクサス買おうかなみたいなこと、あーなんかツイートしとったの、確かにそうやって、これ青笹買ってくれるんかなと思ったけど、あいつ後輩やし先輩として、いや俺やっぱ冷静に考えたらレクサス必要なかったわっていうリップ送ってんて、その後に1回手放したあとレクサス俺2回来たわけ。もう青笹のレクサス俺も買おうかなって、もうほぼほぼ、まあまあそういうことやもん。ヒカルさん献上しますよって俺多分こっちだと思ってんて、確かに俺はね。だから2回目のレクサス、これさすが2回目は俺もうね断らなくていいかなと思ってるんですよ。まあ入江さんやし、うん、や関係的にも、関係的にも年上やし入江さんやし、まあ、逆に2回も断るの失礼かなと思って、うん、うん、すごい展開やな、すごすぎるけどな。だから視聴者の皆さんにも最新のレクサスをお見せすることができるんで、いやーちょっと気になるやん、どんなもんなのか。確かに見たいもん、内装とかも含めて。そう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 、このアルファードタイプのレクサスって最強じゃない、うん、まあ、アルファード自体がもうめちゃくちゃいいわけやけど、レクサスになると何が違うのかっていう、うん、値段もだって2000万超えるわけですから、めちゃくちゃ高いもんな。高すぎるやん、でも多分プレーについてもっと高いんじゃない。日本車で2000万ってちょっとヤバくない？ヤバい、外車やもんな、もうエグいよな、高すぎるやん。何がそんな違うのかってことやな。うずうずするなこれは。やばくなってきましたね本当にね。ちょっとね入江さんがいるところまで向かいたいなと思います。到着しました、入江さん、はい、いますね。レクサスも止まってます、行きましょう。あのキャーさんが乗りたかったレクサス、いやーありがとうございます。そうなんです、これですか、そう、すごっ。いや乗ってみたいって言ってたやつか、はい、いや本当にマジでいいんすか。そうなんです、あのちょうど今あのラッピングして納車してくれて、ピカピカで本当のラッピング屋さんなんですけど、ありがとうございます。あのこんな風に、そうこんな風にラッピングして、漫画っぽいです。そうなんです、ね、でも俺はなんかクリアがいいなと、石が飛び跳ねようが、まあ、いろんなとこ行くじゃないですか、はい、そうね、そういう時もこうラッピングで守ってくれて、ドライバーで立ってると気づかないんですよ。へぇ、たわしでこすってるっていう、すごくないですか。うわ めっちゃいいっすね、まあ、かっこいいですね。これ200万ぐらいしたんですよ。これね、結局本体は何ぐらいですか。1400万ぐらい、1400万ぐらい、いいっすか、マジで。いいっすよ、マジで。へぇ、
ほら見て、まだシート、ほらこんな。うーわ、ほんまや。ほらほらまだ。届いたばっかでラッピングしてもらったんで。うわ。新車って完全な。そうなんですよ。イギリスさんってマジでかいな。でかいです器が。でかいです。これいいんすか。ちょっと怖い。怖い。いいんすか。いいんすか。いや、まあ、いい。乗ってもらって、とりあえず乗ってもらっていいですか。いや本当に、はいはい、マジいいな。これマジ。わあすごい。ありがとうございます。うわあいいっすか。うわ。何これ、カサンバなんか差しあるし、はい、えぐっ、かっこいい。ここ寝れるやん、ここでも、はい、ほぼ寝れるじゃん、ここでこうやって。これ、ね、広っ、すごい、めちゃくちゃ広いですよ、これ。何このオーディオ。これ座ってもらったら結構すごくて、ここに座って、ここに座ってもらって、広っ、すごい。これマッサージ機能もあるんですよ。こんなの、これあれですよね、新型のアルファードと一緒っすね。おお、すごい。助手席から撮影もできるよ、これ。あ、確かに。すげえ。そういうのも考えられてってことですね。この辺でなんか、ちょっとこの辺全部が高い感じ入れとんやって、ほら。そう。うわ、ほんま、高級感すごいっすね。何なのか分からんけど、ほら。そうです。この風出るとこんだけ長い必要ある？これ。やばこれ。チンアナゴの全長ぐらいあるんですよ。これやったらほんまに。すごいな。これは確かになんか。いや、これはテンション上がりますね。しかもこのカーペットの中ちょっともう高級感しかない。うわ、確かに。うわー。冷蔵庫。冷蔵庫ですか、これ。はい。どういう機能が。おお、すごいすごい。あ、ここティッシュが入ってて。そうです。多分あれですよね、これ多分飯食えるようにできるんですね。あ、そうです。飛行機で飛ぶみたいな感じ。うわー、ほんまや。おー、すごい。すげえすげえすげえ。ここで飯食って、しまってみたいな。そう。これやばいっすね。これ Wi-Fi もついてるんで。Wi-Fi あるんすか。しかも、ここ実は一回やってみたんですけど、普通にスイッチつけるんですよ。ゲームでスマブラできるんですか、これ。移動しながらスマブラ。やば。そうなんです。ちょっとね、前からお見通しですけど、めっちゃかっこいいんですよ、これ。レベッチやな、これ。やば、これ。これって、これでもかっこいい。前シート貼ってます。もうこの全部ダイヤモンドみたいなの全て貼ってるんです。なんで、これ、跳ねとく大丈夫。そうそう、ちっちゃい飛び石とかぐらいだったら全然バーンっていってもやるし、さっきおっしゃったみたいに、合わせてなんと押すと、熱で形戻るって消えるんですよ。そうだ。だから、車ぶつけるというか、当たっても塗装し直さなくていいんで、資産価値が保てるっていうような魅力。そうだ。しかもあれは DM でマジでヒカルさんといつかコラボするのが夢で、リエさんレクサス買ったんだとかレクサスあげてって、そしたら全然やりますってリエさんダメだなってやってくれて、回り回ってこれがねこっち来るって言ったんだよ。 もしかしてこの動画ってもらいに来ました。もらいに来ましたよ。だってイルさんがあれなんだよ、来週からレクサス乗りますって。あ、そうっす。ただ俺も乗せるつもりだった。え？俺そんなちっちゃい男やったっけ、この人。自慢したかっただけなんですよ、ヒデさん。自慢したかっただけなんですよ。マジそう、俺こんなの分かんなかった。ちょっとやめよう。ごめんなさい。行ったばっかなのに自慢したかって俺も。そうっすね。マジで僕と一緒じゃない、考え方じゃん。僕と一緒僕もそう思ってたんですけど、ヒカルは入江さんだったらね、はい、もう乗りますって一言でもう結局だからあげますっていうことなんだ、はい、違うんですか。ラッピングまでして、いやそれだからヒカルのためにってことね。まあ、でかい男やと思ってたけど、まあ、こんなもんか。いや昨日の動画で俺結構入江アンチがいなくなったなと思ってたんですけど、アンチ出るじゃないですか、これやられると。昨日ちょうど入江さん密着が出たんで、はい、だから本当ね、入江さんデカ男やなと思って、思ってた。今日ウキウキできたんですけど、そんな感じやった。いります。いりますもん。あげたいんだったらもらってもいいっすよ。俺はね、俺が欲しいとかできてないです。俺は別にだから、なんかもう本当にデカ男やなと思って来ただけなんですよね。すごい。これ。あ、なるほどね。ちなみに何ていう業者なんですか。ラッピングシンパクト。こちら DGI って言います。DGI。はい。ラッピングでやったら一番有名で、ラゴさんの動画で結構出てます。おお。あれですよ、ラゴさん。ラゴさん。ありましたね。あれですよ、爆破されるから。つけてるんですよ。そうそう。ヒカルさんから。いたずらのドッキリをして、はい。はい、ラゴさんの動画で出します。確かに。まあでもあれでも落ちてないですか。大丈夫です。剥がせるんで。結局傷つけて、最後剥がせば元通りっていう。すごい。高い車であればラッピングしようとかいいってことですね。確かに。結果的に。そうなんです。今当時もったんですけどね。あ、なるほどね。自慢しようと思ったら持っていかれるパターン。いや持っていきたいとかってないやつ。そうで、入江さんが決めたの。でももう今日じゃあ一日過ごしてみて、入江さんが最後にレクサスの所有者どっちがふさわしいか決めてもらっていいですか。ああ、なるほど。それはもう僕任せるんで、俺は欲しいとかじゃないんですよ。これ動
画になります。え、動画できちゃうってこと。いや、動画になるのも別にこれ卑怯やわ、これ動画だったら何でももらえると思ってるやん。いやもらえるとかじゃないじゃん別に、はい、それはね。そうっすよ。ちょっとお腹すきません、とりあえず。あ、まあそうとりあえずご飯食いたい。ご飯食いましょう。飯食いましょう。一旦ね、はい、佐々木さんなんか目バチバチになってた。佐々木さん目の整形したんだ。佐々木さん目バチバチになってましたね。いやいや、もうだいぶ仕上がってますよ。あとラッピングしてもらうだけ。トークしてて気になってギラギラしてる目が。レクサス狙ってるんですよ。ちょっととりあえず飯行きましょう。そうです。ちょっとありがとうございます。ね、正直ヒカルさんのために完璧に仕上げたって言っても過言ではない。ああ、やっぱそうなんですよ。たくさんあってたと。これがラッピングスターはヒカルのためにやってくれた、ね、意図してた、もう理解してたと。やりとしてた。いや、分かるじゃないですか。だから俺らも入江さんがでかいって分かってるから、あうんの呼吸で入江さんの位置を10として理解しちゃう。なるほど、はい、さっきバチバチに請求書持ってきてました。さっき入って渡されて分かりましたって払ってきますね。僕もルチェの意識があったんですけど、なんか手引っ張られた感じはしたんで。ですよね、はい、なるほど。ルチェパワーと思ってきたんですよ。でも YouTube で、ね、集大成って言ってました。そう、ヒカルさんの出るのが僕の集大成。いや本当そうね。カナダにずっと住んでて、はい、まあ、この業界の仕事してたんですけど、もうその時からちょっと見させてもらってて、いつかはここにいたいってなって、ちょっと僕の今まだ緊張してるんですけど。カナダでもこうラッピングああいうの流行ってるんですか。めちゃめちゃ多いですね。漫画帳にするっていうの流行ってるんですね。すごい。さっき外国人撮ってました。確かに撮ってましたよ。そこで海外とかじゃ面白く見えるし楽しいやん。これはでもすごい演歌できましたね。そうですね。結構なんかこっち側についちゃうんですね。やっぱり前さんと同じですね。俺も今チームのこっち側ってやっぱ本当に車が好きなんだったら車が喜ぶ方を選ばないと、やっぱオーナーとして失格だと思う。冷静にね。冷静に。どうすね。あれでしょ、あれでしょ、名義変更しなくていいからそのまま渡せって言って税金だけ俺に払わせ。税金だけ。だからそういうのじゃなくて、だから結局俺らも善意でここに来たのに、そんな風に言われるっても心外やし、本当になんかこう入江さんが今後海外で活躍していくんだったら、やっぱこうなんていうんですかね、もっとなんでワールドワイドに本当大きい人になってほしいと思いました。世界基準になってほしいですよ、人間としても。結局だからまだ日本基準、まあ、長崎止まりかな結局。長崎じゃ帰った方がいいんちゃうから。いろんな社長ってこんな感じなんですか。今まで俺が取ってきた人こんな感じなんですか。今日本に何台ぐらいあるか。100台ぐらい。もう本当ないですよ。抽選なの。抽選っていうか、一番最初にオーダーした順番があったんですけど、俺多分もらったの本当早く。だって俺が見たのって前澤さんとバチェラ会長と俺やったの。そうそうたるメンツですよ本当に。やばいっていうことはあれですか、バチェラ会長、前澤さん、ヒカルになるんですよ。ああ俺のではなかった。だから冷静である名前並び考えてほしい。前澤、松浦、入江、違和感ね。確かにちょっとあれですね。だから多分世間が聞いた時に入江みたいな、ガラツカメリエかみたいな。誰みたいな。なっちゃうんで、逆にその前澤さんと松浦課長にもなんか逆に申し訳ないんですよ、これ。はいはいはい、ちょっと入江コンプレックスですか、これ。毎回俺空手か入江って言われるんですよ。入江コンプレックスなんですよ、名前。でもここが前澤、松浦、光だったら、光は有名だし。いや、まあ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 、納得はしてますよ、みたいな。それは。だから、結局、レクサスのため考えても、どっち側もあるってもあるんですよね、結局ね。まあ、まあ、確かに。レクサスのブランディング考えたんですよ。ブランディング考えても、やっぱ入江3番目じゃないんですよ。やっぱもっと世界の入江になっていこうと思ったら、こういうこと経験していかないと。確かに。まだまだやっぱね、長崎のボンボン出ちゃってるんですよ。自慢っていうのがそんなに寒いよな。寒いっす、そんなそれは。これ寒いっす、中途半端に乗りますみたいな、自慢するみたいな。大丈夫っす、大丈夫っす。もうお腹空いてるんですよ。わかります、視聴者の人、お腹空いてるんですよ。お腹空いてるからこう言ってるだけで。そう、でとりあえずちょっと飯、そうですね、一旦ね、はい、じゃあこの新車のレクサスでちょっとご飯に向かいたいなと思います。いやこれ広すぎてなんかもう違和感がすごい。この距離感やばない。ほらこの距離、しかもこの足が完全に見て伸びきってもまだ余ってるんですよ、これやばっ。これだからおかしいって、これもしかしたらこれって座席伸びてなんかこれ寝れるんじゃないですか。あのですね、これすごくて座席なんですけど、あ、シートこれや、シートでリラクゼーションとかめっちゃあるわ、はい、調整したら、おお、来た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 、え、来た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 、ほら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 、ほんまほんま、これね、あ、めっちゃ楽やわこれ、足だからマジでさ、これあれやわ、あの飛行機のファーストクラス、そうっす、すごこれめっちゃいいな、本当にいいんすか。
皆さん。おおおおすおおすおおす。一日過ごしてみてからやな。結局ね。俺もでも入江さんが自慢するだけのそんなちっちゃい男じゃないってことは分かってるんで。それは信じたいよ。うん。で信じるとかじゃなくてもうその確信よ。まあでもだって分かりきたことやん。世界の入江になろうとしようとかやで。さすがにそんなん自慢だけしたらさ、こっから先も全国で DJ とかもう回れになると思うで。まあ確かに。うん。もうブーイング来るとブーイング。あもう DJ すんな。引っ込め引っ込めっつって。俺の青春を俺の青春を馬鹿にすんな。青春してるんですから今。青春してるんですから今 DJ しながら。めちゃくちゃやってますよね本当全国。そう全国ツアー回りますからね今度夏。まだ息抜きとしてやってるってことですもんね。そうっす。俺最初だからそんな本気嫌なと思ってたけど、いつの間にか本気の趣味になってますもんね。本当にこう回っていくんですけど、はい、ギャラもらえるんですよ。でギャラ2万円とか1万円とかもらえるんですけど、でも DJ やって2万円もらえたらめっちゃ嬉しいですから、ね、すごいですよね。 DJ って2万円もらえるってね。そうっす嬉しいっす。日当でだって時給でってもね60分しか回さないんで、だから時給2万、すごいな。楽しいっすよ。この間めっちゃいい趣味っすね。大分で回したんですよ。やってましたね。で大分で回した時にたまたま TK 来て、小室哲哉さん来て、で小室哲哉さんと回しました。どういうことなの。そうっす。でもなんかこうそういう一つなんか自分が本当に熱中できる趣味持っとくっていうのはいいっすよね。そうなんです。しかもまあ1時間とかでプッと終わって、うん、なんか楽しく、まあ、しかも人脈も増えそうですよねそこで。そうなんです。つながりが楽しいです本当、うん、とにかく。いやーすごい動画だなこれ。タイトルなんですか。タイトルですか。レクサス納車しました。新型レクサス LM を納車しました。なるほど。なるほど。それ以外考えれへんわだってな。まあそれ以外ちょっと。うん、なんかまあでももし本当に最後に僕の方に来なかったんだとしたら、僕も最後視聴者さんに全力で謝るだけだ。だから大丈夫ですよ入江さん気にしなくて。僕が視聴者さんに謝るだけなんで結局全然大丈夫。それは俺の早とちでやったってだけやから。ヒカルさんとしてはもうこうなるだろうっていう動画的にもう決まってたんですね。決まったというかまあ何なんですかね、まあ、うん、直感的にああそういう風に導かれてるんだろうなって。やっぱ俺ちょっと前ツイートしたじゃないですか。ツイートした3日後にレクサス乗りますだったんで、なるほどねみたいな。これ撮影で使えますかぐらいな。いや入江さんがなんかわざわざこうネタ提供してくれたんかなって思ったんですよね俺は。あなるほど。はい、まあね、入江さんって本当にだからねなんか気遣いできる人なんでね、ほんといいネタ持ってきますよね。さすがですね。さすがな、さすがタイトル、はい、タイトルと、はい、はい、はい、さすが。そうですね。やっぱこうトップ YouTuber っていうのはやっぱね、普通の人が思いつかない一枚上を行かないといけないんで。確かに。はい、まだまだやっぱ衰えてないでしょ。そうですね、はい。でも今まで数々いろいろもらってるの見てるんで、はい、同じぐらいですね。はい。まあ全然全然、そんな大した話じゃないですよ。大した話じゃない。実際これって入江さん乗って何日ぐらいですか。預けてたんでずっと。ああ、じゃあ全然乗ってないんですね。そう乗ってなくて1ヶ月ぐらいかもしれない。1ヶ月ちょっと でその間ずっと預けててフィルム貼ってって言って綺麗にしてもらってたんで。前合わせても4人しか乗れないですもんね。そう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 。ガチの VIP っすよね。でもやっぱりこれすごくて、銀座とかこうワーって行くじゃないですか、はい、そしたら黒服の人とか待ってる人たちが VIP 来たみたいな感じでワーって寄ってくるんですよ、まあ、まあそりゃそうっすね。そうで俺が出ていくじゃないですか、はい、なんだみたいな。なんだこいつみたいな感じの。あー、確かにね、なんかさあ、だから前澤さんとか出てくるかなと思ったら誰かわからんけどちょっとなんか恰幅の人出てきたなって。だからまだまだ入江さん自体の知名度が低いからそうなってるってことですね。はい、今日ちなみにそういえば動画昨日出たじゃないですか、はい、いつも通りサイクルバーで自転車こいでサウナ行ったんですよ、はい、でサウナ入ってる時にフルチンの状態で昨日動画見ました握手してくださいって言われ、言われたんですけど、さすがにサウナで握手してくださいつらいっすよね。でももしかしたらああいう動画きっかけで入江さんの認知度が拡大されて、前澤さん松浦会長に並んでも違和感ないようになっていくかもしれないですよね。あ、大社長みたいな。そう、大社長。これからね、俺でもね分かるんですよ正直。直感的に入江さんってね10年後とかどでっかいとこも行ってると思うんですよ。確信してますよこれに関しては。相当でかいとこも行ってると思うんですよね。日本を代表するこの経営者の一人になってると思うんですよ。それが俺は楽しみなんですよね。それあれでしょ、作戦でしょ。それ言ったらやっぱり。いやダメですか。そうじゃないですよ。下心とか本当なくて別にいらないんですよ正直。俺別にレクサス欲しいとか1ミリも持ってないんですよ。でもでかい男にはないそうだってことを教えていただいてる。だから俺のこと踏み台にしてくれてもいいよっていう、これ本当その気持ちなんですよ。光る踏み台にする方法がたまたまレクサスを上げるっていうことだけなんですよ。なるほど、ね、本当に知名度上げるために。なるほどね、レクサス上げたって伝説、はい、伝説になるんですよ本当に。伝説プレゼントしてくれない、ね、そうプレゼントしようとしてるだけです俺は。いらないんだったら全然いいですよっていう。これ入江さんにしてない権利ですもんね。いやそうっすよ本当に。この権利他の経営者には。俺青笹が俺が通常した時に俺もレクサス買おうかなって言って青笹がその権利もらおうとしてたんですけど、うん、俺には必要ないからってリップ返したんで、うんうん、だから青笹にはその権利いかなかったんで。なるほど。やっぱ言っても彼後輩なんで、まだまだお前そのステージじゃないよっていう首差しといたんで、うん、取っててくれたって感じです。はい、本当そうっすよ。なるほど、これは取られるな。これはまんまとやられたなこれ。
さすがっすね、はい、あでもそういえば俺さっきたまたま本当にツイートしたんですけど、うん、青笹がめちゃくちゃやっぱこう優秀で、うん、あいつは本当いいやつでみたいなのをツイートしたんですけど、うんうん、あいつが泊まりに来た時入江さんが連れてきたじゃないですか、はい、その時は青笹のことこんな好きになると思ってなかったんですよ。だからやっぱ入江さんってやっぱ水めっちゃあるなって思いましたね。で青笹のことめっちゃ面白いって言ってた入江さんが、うん、あいつめちゃくちゃ優秀だみたいな、はい、だからその泊まった時は、うん、まあそれなりに優秀な若者かなと思ったんですけど、うんうん、こんなにいいやつってなんかこう人間的にもいいなと思って、うん、追わなかったんで。でも俺連れてくる人いい人ばっかでしょ。そうですね。それをだから本当に改めてね認識しましたね。だってまあ名前言わないですけど、俺この人絶対微妙っすって言った人逮捕されましたからね。ああ確かにね、うん。フィルタリングは結構いいと思います。うん。いい人かどうかめっちゃ重要なんで。まあ大事すぎますね。それが結局全てじゃないですか。お金持ってるとかじゃないですから、うん。やっぱある種僕ってやっぱこう無駄に有名なんで利用されやすいじゃないですか。そうっす。だからそうならないようにこう入江さんがいることでブロックされてる部分はぶっちゃけあるんで、そこで精査してもらってっていうのは、逮捕された人は俺も直感的にこの人やばいやろなと思ってたんで、うん、案の定だったんですけど、全部が全部見れるわけじゃないんで、ね、関わらない方がいい人もやっぱ いるんで、そういう人とは距離を置いて、関わった方がいい人だけを近くに置いていくっていう、これ大事ですよね。マジでね、今すっごいでかくなっていってるなっていうのを感じるんですよ。昨日入江さんの密着動画出して、正直サムネとタイトル弱いと思ったんですよ、うん、もうサムネなんて本当にもう車の中でこうやって喋ってるだけのサムネですから、もっと他にもあったんですけど、中身がすごい良かったんで、俺これはサムネでわざわざ釣らなくてもきっと中身で伸びてくんじゃないかと思って出したんですよ、うん、で初速は10本中10位だったんですよ、うん、でも今かなり後伸びの傾向が見えてきてて、うん、まあ、余裕でミリオンいきそうです。なんなら多分150万とかぐらいいくんじゃないかっていう見込みです今。いろんな経営者に俺送ったんですよ。ヒカルさんってこんな人なんだねってみんなから来ましたよ。だからなんかある種これって僕の視聴者が入江さんを見直す機会でもあり、ヒカルのことを入江さんの関係者が見直す機会でもあったみたいな、そうそうそう、意味のある動画だったかもしれないですね。そうですね。ということでちょっと会社着いたんですけど、会社で昼ご飯用意させたんで行きましょう。一旦行くか。いずれどうせ俺の会社になるんやろしな、その会社も。ちょいでは会社入っていきますか。はい。人の数がなんか来るたび増えてるんで。そうなんですよ。今日でも結構外出てる方だいたい50人ぐらいいるんです。どんどん出かかってくるんだ。用意してあります。うわー最高や。お昼馬刺し贅沢すぎるでしょ。馬刺しは馬刺し定食、うん、もう僕の家にもね常備してます。本当はハマってて週の5日6日ぐらいは食べてるんですけど、これようやく販売になりました。サブスクでだいたい1万円ぐらいでこれが届きます。ブロッコリーの会社の、はい、塚本社長ですね、はい、一緒にこうねこの馬刺しもやってもらえるみたいで。でもこれ菅野屋さんとのコラボっていうのはこれ半端じゃないですよね。あ、そうですね。もう、はい、熊本の名店です。だから昨日、まあ、さらっと馬刺しの販売がスタートしたんですよ。あんまりちゃんと訴求しなかったんですけど、スタートして菅野屋さんはヤバいっていう風にコメント欄で来てて、プラスこの QBT このブロッコリーで塚本社長がいるんだったらもう安心だっていうので、うん、かなり喜ばれてたんですよ。こちらですね、実際のこれが商品です。こんな感じで冗談抜きでうまい馬刺しということで、すげえちゃんとしたこれ説明があったりとかして、正しい解凍法が載ってたりとか、こう菅野さんですね、はい、でこんな感じでこうカット済みの馬刺しが入ってると、7から8パック入ってますよっていう、でこれが毎月届きますよっていう、はいはい、そういうサービスです。でこれで1万円ぐらいです。であと、まあ、私のタレ、これがめちゃくちゃうまいんですよね。本当にこれ全部うまいです。これで1万だったらもう正直俺からしたらめっちゃ安いだと思いますけどね、うん、俺今までウーバーイーツで食べてきたやつ、これ2個とか1個ぐらいで1万超えますからね。めちゃくちゃお得なんですよ僕からすると。だって毎月100万以上馬刺し食ってたんですよそれが今こうサービスとして生まれたと、うん、俺ねストーリーとかツイッターとか馬刺しよく上げてたんですよ。そしたら本当に早く販売してほしい、販売してほしいみたいな、うん、来てて、ようやく待望の販売。今回のこの馬刺しに関してはサブスクのみでの販売です。毎月定期購入した人だけが買ってくださいという形になります。で、すごいのが、なんとこの馬刺しの1枚のやつメンバーシップが見れるんですよ。だからリザードビューティーの化粧品を買った時と同じ特典が得られるんですよ。なるほど。これすごくない？すごい。それは馬刺しを買って限定動画が見れます。確かに、めっちゃいい、はい、あコメント欄であったんですよ。さすがに馬刺し買ったら見れないでしょみたいな。はいはいはい、はい、そこについてその前回の動画で何にも触れてなかったんですよ。実はこれ見れるようにしてもらいました。だから馬刺し購入した方もメンバーシップの動画見れます。めちゃくちゃだからね、化粧品とか興味ないっていう、特に男性の経営者の人とか考えてください。家に馬刺しあったらマジで最強です。もう宅飲みとかする人買っといてください。 100% もうこれを常備してるだけでマジでワンランク上の宅飲みできるんでいやもう本当に全然レベチです。本当にこれマジです。家に定期的になんか人が来るって人でちょっとお金持ってる人、ラファさんとかマジ持ってこい。代引きで送りますか。もうはい、代引きで、まあ、そうラファさんの家に10ケース送ってみたんです。いやでもそれでも多分払っちゃうと思います。なんなの、俺ぐらい食べる人だったら1個で足りないですよ毎月。僕ってどれぐらい食べてます毎月。5、6箱ぐらい食べてる本当にそのレベルなんですよ。本当に欲しい必要な人からすると多分1個の購入じゃなくて 2,3 個購入っていうのは全然ザラにあると思います、うん、でお金に余裕があったら全然食えちゃうんで、しかも体にいいんですよね。そうです、もう超高タンパク低脂質、はい、最強の馬刺し。最初究極の馬刺しで QBS ってつけようって言ったんですけど、
はい、でも冗談抜きでになったんですよ。あ、そうですね、そうですね、最終的に、まあ、違うシリーズにしようみたいな、はい、まあ、僕がね、ジョイフルで冗談抜きでうまいシリーズやったんで、まあ、それでいこうかなみたいな。まあ、概要欄の方にね、これまとめてるので、欲しい方はぜひサブスク会員になって購入してください。もちろんこれね、一回試しで買ってみて、まあ、微妙だったら次の月から解約できるんで、縛りとかもないんで、気軽に購入してもらえたらなと思います。じゃあちょっと食べていきますか。はい、これを全部解凍して開けたのがこの状態になります。この量って感じですね。なるほど、結構量多い。マジでこれその高級店でこの量頼んだらリアル5万以上しますよ、うん、多分1万で出てこないですって考えると、まあ、圧倒的にお得ですね、うん、これすごいっすよね、壮観ですよね。プラスこれ交渉とかも入ったんですけど、はい、なんか本当に菅根屋さんとずっと交渉してたんですよ、はい、金額も品質がこの品質でこの金額はもうなかなかできないって交渉しまくってやっと OK だったもんね。まあそうですね、めちゃくちゃこだわってるんで、 V これでやったらもう、ね、もう何万いくんですけど、まあ、光さんと一緒にやって馬刺しの良さが日本全国広まるんだったらこれでいきましょうって話になって、本当だからこれ2万とかで販売すべきようなものってことですね。そうそう、本来ならもう2万以上だと思いますよ。本来ならあの送料もなんかね、送料も僕たちの新しく株主になってもらった鶏肉のナンバースリーかな、はい、日本のナンバースリーの会社が実は今 QBT の株主になったんです、新しく。でその人からの紹介してもらったんですけど、なるほど。でそこの莫大な送料の中に一紙させてもらって入れてるんで、送料も安くしたんですよね。すごいね、もう送料までもうちょっと削減して1万円を、はい、そうキープできるようにって感じです。まあ、実際昨日のコメントでもこれ安すぎないかってことがあったんですよね。でもちゃんと量載してなかったんで、まあ、改めてこうやって見ると結構な量相当安いですよね。確かに、うん、これマジで爆発的に売れそうですね。いや本当に、しかもめっちゃうまいですからね。だって僕の家に泊まりに来るシリーズってやってるんですけど、その時に毎回馬刺しって食べてたんですよ、うん、あれ実はもうこれの食感感じたんですよ。本当に来た人全員がこれうまいって言ってたんで、マジでどれ食べてもうまいです正直。これ俺もいろんなやつこれ何十種類も馬刺し食べてきて、その中から厳選したやつだけを選んでるんですよ。結構だからずっと毎日馬刺しの食感してたんですよ俺実は。そう、まあ、でも3ヶ月ぐらいかけましたよ。そうですよね、はい、その中でこれちょっとなんか筋があるからこれはなしとかっていうのを決めていってここにたどり着いたんで、まあ、切るのもめんどくさいからって言って、いやそうなんですよね、結局高級品なんで切らないじゃないですか、うん、僕とか絶対切らないんで自分だったら、うん、でもこれだったら解凍してそのままいけちゃうんで、すごいなこれ。もっと値上げしとけばよかったわ。冷静そう思った俺本当に。なんかね、安くしすぎる癖あれだと思う。いやじゃそう、あのだって俺たちはこの金額って言ったら、はい、いや高いっすって俺たちずっと言われててね、はい、下げてって、はいはい、冷静にね、このルチルも思ったんですよ。このルチルも冷静にこれ、ね、安すぎる癖あれだと思って。あの中村さんが一番言ってましたそれ。いやそうですよね、全部間違ってる気するんですよね、はい、でも逆にだからこそ売れてるっていう説もあるんで。確かに、まあ、ちょっと難しいと思うんですよそれね。数が売れれば、まあ、問題ないかみたいな理論なんで。じゃあぜひ食べてみてください。はい、いただきます。まあ、俺食べてるんでね毎日、はい、ずっとこのニンニクをね置いといたり生姜置いとくとなおよしみたいな、あとニンニク塩みたいなのがあって、それを最近かけると、まあ、さらにうまいっていう。もういろんな楽しみ方してるんですよね。あとこれ塩コショウかけてもうまいんですよ普通に。あ、そうなんや。これあんま家に食べてないな。うまとろ、うまとろ、あ確かにうまとろあんまり持ってってないかもしれないですよね、はい、これめっちゃうまいっすよマジで。これご飯かけて食ったら、いただきます。これやばいな、うまとろ美味しいよね。これうますぎるよね、うん、俺リアルに馬刺しは本当に1日2回でも食えるぐらい好きなんですよ。飽きないんですよ本当に馬刺しに関しては。ずっと食ってるんでマジうまっ。ご飯と一緒に食べないですよ普段はね。でもご飯とでも合いますよね別にね。そうっすね、うまいから。なんかおすすめの食べ方があるらしくて。え、うまいですか。はい、うまとろなんですけど、はい、醤油につけてから一度ご飯にのせると、あご飯の温度でうまがすごくとろーっととろけるんですよ。口、の中で甘みがより広がりやすくなっておすすめです。なるほど、はい、召し上がってください。まあでもそんな誰が食べても分かりますそんななんか全然斬新でも何でだろうさっきやっとったでしょ。お客さん意外と出たがりなんで。あなるほど、ね、ちょっともう邪魔なんで。本当にこれいつか売り切れる可能性ありますからね。サブスクで可能性ありますよね。あります、あります、はい、ちょっと数に限りあるんで、うん、本当にこっちとこっちであの馬の種類が違くて、こっちが超あっさり筋肉質であっさりです、うんうん、でこっちがちょっと脂肪が入ってますね。国産とノルマン。なるほど、まあ、そうそうそう、今食べてるのは国産馬の方で、うん、走るのが得意な筋肉質の馬です。タンパク質 20.1 脂質 2.5。 いやめっちゃ牛肉、これ鶏肉、豚肉と比べたらこれ馬肉ここやから。いややばいよな、うん、でタンパク質に関しては高タンパクで、で鉄分も豊富、美容や疲労回復にも良い。最強のあれっすね、うん、外食減った理由ってここなんですよ。全然外食行ってないんですよ最近。確かに行ってない。めっちゃ減ったよ。だから本当にお金を一番使ってたところが馬刺しだったんで、それが今こう自社になるじゃないですか、うん、全くお金使わなくなったんですよ。これやばいっすよ。
革命起きてるんですよね、うん、だから外食めっちゃ行ってるお金持ちの人は下手したらこれ食費節約になりますよ、これ馬刺し買ったら、うん、で家で食べるのが楽しくなっちゃうんで、うんうん、外食でだからどっかに飯行くより家に呼んでその馬刺しを振る舞った方がみんな喜ぶっていう、女の子めっちゃ好きなんだよ馬刺し、なんかダイエット食として。でもほとんどの人が馬刺しって好きだけどみんなあんまり食べないんですよね、どっか外食行った時しか、うん、でもそれが身近に家にあるようになれば最強です。はあ、これすっごいことしてしまったな。やっぱでも好きっていう感情が一番ビジネスなんて大事かもしれないですね。だって好きすぎたからこうなったのかな、ルチルもだって俺愛があったからこうなってしまったとかあるやん。確かにすごいわほんまに。現状って QBT このブロッコリーの会社どんな感じなんですか。現状はですね、実は言うと今月の頭から QBT がコンビニに置かれるようになって。あ、そうなんですよ。そう、 そうなんですね。そう、まだ一部ですけどセブンイレブンさんとローソンさん。へえ、500円ですよね。500円で、はい、ワンコイン QBT。 まだちょっと一部なんですけどちょっと全国に広げていきたいなと思ってます。すごいですよねコンビニ。そうコンビニちょっと悲願だったんで、はい、売れ行きどうなんだコンビニ置いてからの。好調ですね、それなりに好調です。はい、うまいもんだ。うまいしやっぱ体にいいからさ、コンビニでさなんかこう体に悪そうなものを食べるんじゃなくていいもの食べない人おるよ。確かに、うん、これはやばいわ本当に。全部筋がないんですよ、行くたんびにずっと馬刺し食べてますもんね。もう仕事で食べてる、単純に好きだから食べてるんですよね。ですよね、うんうんうん、でも好きすぎるんですよ多分馬刺しは。だって俺焼肉屋さんでめっちゃ高いとこあるんですよ本当に、はいはいはい、1回行ったら3万ぐらいとかあるんですよ。やばいとこあります。高い、あ、高いやめっちゃ高い。俺そこに焼肉目当てじゃなくて馬刺し目当て行ってたんだずっと、はい、馬刺しが好きすぎてそこそこがあまりにも高いと、しかも行くのめんどくさいってなって、ウーバーイーツで次見つけたんですよめっちゃうまい馬刺しを、はい、でもうそこからずっとその馬刺し頼むやって。でもそれも冷静価格高くて次100万ぐらい使ってたところからここにたどり着いたんで、ほんと完璧なんですよね。しかも何回もやり直したもんね。何回もやり直しましたね。で僕も現地行きましたし、塚本さんが関わってるともうなんか安心できますね。ありがとうございます。コメント欄にありましたよそうやって。やっぱ、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。塚本さん関わってるともう安心するって、あと田口くんがこんなに成長したのかっていうコメントもありましたね。頑張ってるっていう。そう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 、ありました。今回のページって田口くんのこれ、はいはい、そうです。サイトはね田口さんですかね、うん、もうサイトとこのリーフレットは僕と田口さんだけで作ったんで、これね、そう外部の業者さんにお願いせずに、すごいですね自分たちで作りました。このクオリティ多分でも田口くんの一番最初から俺たち関わってからこんな風になる誰も思ってないですよね。うん、あれがもう1年ぐらい経ちますもんね。そうです、もうなんなら1年半2年、そろそろ2年ぐらいですよ。すごいわ、嬉しいですね。やっぱり田口くんがこう元気に活動してるのを見ると、うん、なんか最近ねツイッターが伸びないことに悩んでます。いや、インフルエンサーじゃないですよ確かに、そこは悩み、うん、悩みがね、ツイッターで、まあ、一応広報でもあるとのか。いや、実は結構すごいこといろいろあったんですけど、はい、ルチル速報していいですか。ルチル速報、はい、ルチル速報です。あー、なるほど、ルチルでいいことが起きたこと起きました。だからもうずっと起きてるんで、なんかもうどれがルチルなのかも分かんないですよね。なんかもう俺も全部ルチルっていうことにしてますけど、いいことが起きすぎてるんですよね、全部もう。まずそもそもルチル販売したじゃないですか、昨日時点で2億突破しました。売り上げ再販分、再販分、だから再販が2億突破して、今だからトータルで言ったら 3.5 億売れてるんですよね。マジだこれ、これやばすぎ。 3.5 億で、これなんかルチルを販売した時に再販分の時にスフィラっていうのがあったんですよ、ちっちゃい玉、はいはい、それが速攻で売り切れたんですよ。うん、でもそれはもう再販できないらしいんですよ、もう本当に物がないらしくて。でこのブレスも結構限界まで今やって、どんどん減ってきてるってことだよね。そうそうそう、てかもう本当にブラジル人がなんでこの石バット売れるんだって言ってるらしいですって中村さんが言ってました。まあそりゃそうですよね、何が起きたんだっていう、何が起きたんだって、うん、であれらしいですよ、そのブラジルでは日本が新しい兵器を作ってるって言われてるらしいです。だからあれ 石の鉱物から取ってからやってるから、日本にあのルチル鉱石で新しいなんか兵器を作り始めたって言ってるらしいですよ。ルチル兵器、そうルチル兵器って言われてるぐらい、なんかこうなんでこんなにあれが売れんのみたいな。あれ以外ってことですね、いきなり一つの鉱物が爆発に売れるって、初めてらしいです。すごっ、まあ、俺もそんなこと予想してなかったもんな。本当に石を買ったら人生変わったっていう本出すしかないか出せそうっすね、うん、いやでもなんかすごいやっぱコメントいいのと、うん、でも買った人たちからなんかいいことあったいいことあったってめっちゃ来るじゃないですか。めっちゃ来ます。なんなら待ち受けにしただけでもいいことあったってめっちゃ来るんで、うん、すごいっすよね。チカルチルって言われてるらしいですよヒカルチルって言われてるらしいですよ。すごいことになりましたね。こんなこと起こるんですね人生においてね。そうなんですよ、本当になんかなんでこうなっていったんだろうって振り返っても分かんないです自分でも。奇跡の連続で
でも中村社長も言ってました本当に、はい、今まで会った人の中で圧倒的すぎるっつって。ああ本当ですか。はい、あ、今後もう全部別として変わっていきたいって言ってました、はい、言ってましたよ。だからもう井出さん提案してくれたのはもう基本的に OK って言うからっつって、って言ってなんかこうもうちょうだいって言われたんで今度結構大きな提案しようかなと思って。いやすごいな、はあ、まさかだってすごいこと中村社長みたいなあんなすごいね社長さんがそんやって言ってくれるっていうのはね、うん、めちゃくちゃ嬉しかったって言ってましたよ来てくれて、本当に嬉しかったって。僕も本当嬉しいですね。もう一回行きたいなっていう。でもう一回行ったらなんかまたくれるんかな。中村社長そこだけはビビってますよ。次何もらおうかな。でもやっぱ俺も意思広げるためにももらわないとね。あ、そういえば俺村上さんの絵をちょっと前に2億ぐらいで買おうみたいな話してたんですけど、うん、あれ延期になりました。今のこの自分の状態でそこの高みに手を出すのはちょっと今身の丈に合ってないなっていう判断。今こう2億あれば別の方に使いたいなっていう偉いふうに判断して、偉いちょっと1体目どこみたいな。でもいつか手にします俺は。もうちょっとレベルアップしてから。今の自分のレベルじゃちょっとそこは高すぎたなっていう。だから飛び石で行こうとしすぎてたんで一旦ちょっと地に足つけて落ち着いて今自分にできることやろうみたいなだったんで、村上さんにもちょっと連絡して申し訳ないんですけど延期でお願いしますって。またでもいつかは手にしたいなって思ってる絵なんで、まあ何年後かにもっと大成功してからそれは手に入れたいなっていうふうには思ってます。まあ一応 YouTube で言ってたことで報告しとこうと思って、うん、まあ、そういうねこうね判断ができるようになったら俺ちょっとすごいレベルアップしてるでしょ。レベルアップした。正直ね本当に今まで言っても止まらんかったからね。今まで本当ねこうサイみたいな感じで前にしか進めなかったんで、確かに今はこうねちゃんとこうねステップも踏めるっていう。横にも移動できるし後ろにもたまには戻る。うん、それができるようになってるんで今の俺は。昔本当言うこと聞かなかったですよね。これいらんやろっつって。そうですね、暴れ馬みたいになったんですけど今はかなりねコントロールできるようになったんで自分の感情を。すごい成長しました本当に。成長、うん、あとやっぱねいろんなすごい人と会ったから変わっていってるんですよこれ。例えばトークという点において言うのであれば、まあ、梶原さんの存在でかいですよね、うん、梶原さんがあのデイスはしごだけで、うん、いろんな人に関わらせてもらってあそこでレベルアップしてあるとか、まあ、芸人さんと会うとやっぱレベルアップしますよね。トークは明らかにレベルアップした本当に。あとやっぱ令和の虎との出会い、これもでかかったと思うんですよ、うん、この出会いで変わったんですよね。桑田さん、林さん、あとまあ青笹と出会って、うん、なんか明らかにちょっとビジネス脳になってきたなって。もうちょっとさらにそのブラッシュアップされたなっていう。今度ねちょっと一人僕この人絶対いいと思う人がいて、今度ちょっと泊まり連れて行っていいですか一人。ああ全然面白い。この人と僕思う人連れて行きたい人がいて、今度ちょっと紹介したい、もう普通にここは内緒でこの人っていう。もう僕はこの人は絶対にもうマジで変わってたがいいと。カメラ回していいんですか。回しです。おお、それは楽しいね。この人は絶対に俺はイカルさんの今後生きていく上での絶対に味方となる人がいるんですよ。絶対この人はいいと俺は思ってる人がいて、でこの人にはずっと言ってて、でもこの人はいつも言うんですけど、イカルさんは才能あるし本当に交わる瞬間に交わりたいって言ってたんですよ。なるほどね。で言っててもういつかで俺はもう今のタイミング一番ヒカルさんが素直になったから、うん、だからいいなって俺は思った。昔だとヒカルさんが素直になったから、そうか、昔だったらヒカルさんがはちゃめちゃに扱って傷つけそうだったんで大切に取っといたっていう。その日まで待ってました。おだからめっちゃこぼれとる。やばいやばい、めっちゃこぼれとる。タレ染み取り取ったよ。これポンポンってしてあげて。そうでも取れた。すげえすげえ染み取り、トップ染み取りレスキュー、これやばいっすよ。これ持っといた方がいいかも。これめっちゃ役立つな。そうなんですよ、だから置いてるんですよ。同じことやるんで俺も。彼氏できました。彼氏できてなくて。あなるほど。最近あの高級ランとサウナにハマってるので。ああ、なるほどなるほど。一緒に行きませんか。じゃあちょっとね、とりあえず今日一日僕これ乗っていきますわ。なんていうか分かんないです。いやいやいや、あの冷静に考えるときに本当に俺必要かどうかも分かんないのに、これをなんか井出さんのエゴだけで押し付けてこられても俺もちょっと若干迷惑なのかもなと思ってなるほどね。はい、だから俺も別にレクサス欲しいって気持ちもないわけじゃないですか、うん、でも井出さんの自分が伝説残したいがためだけにレクサスを押し付けようとするわけじゃないですか、はい、それがそもそも俺にとってメリットがあるのかどうかプラスなのかっていうのはやっぱ乗ってみないと分かんないじゃないですか、うん、俺。まあまあまあ、だから断られる可能性あるっすね。ありますよ。じゃあ行ってきてください。ありますよ。今度なら分かんないですから。それは別に数めちゃくちゃ冷やしといてくれば。一旦ねこれやっぱ乗ってみて今日一日過ごしてなんかいいことが起きたら、あ、これ縁があるんだなと思うけど、特別なもん起きなかったらぶっちゃけ別にね、まあまあそうっすね、今までのアルファードの方が全然いいんかなと思ってるし、やっぱ結局高い車だからいいとかってわけでもないやん、うん、やっぱりね自分に合ってるかどうかが大事なんで、フィーリングが合うかどうかっていうのをちょっと今日一日乗ってみて、はい、夜もう一回入れさった会ってそこで結論を出そうかな。なるほど。じゃあ一回、はい、行ってきます。一回じゃあちょっとこれで今日一日過ごします。はい、帰ってきますよね。そうですね、運転手ももらいますよ。
はい、まあ行ってきますよ。はい、どうでした？ちょっとね、レクサスでドライブでもしようかなと思ったんですけど、今都内に大阪からね、ちょっと僕の知り合いの人が来てて、グランドハイアットにいるみたいなんで、ちょっとこれで迎えに行って驚かせようかなと思います。あとね、この乗り心地が良すぎて死ぬほど寝ましたね。このなんか、ね、持たれれるモードとかあって、マッサージとかもできるし、ここの窓とかも遮光モードみたいな感じで、なんか日光とか全部遮って暗くなってドリームモードみたいなできるんですよ。これ、このなんかスマホみたいなのがあって、このスマホいじってやるだけで今度何でもできちゃうんですよね。全部小説的に。いやこれね、本当にね、やばい、くつろぎができすぎて必要以上に寝ちゃうんじゃないかなってぐらい、そういう恐れがある、結構なんか悪魔的なこれ車ですね。だからこれに乗り続けると、他の車乗った時になんかこう乗り心地悪く感じるんじゃないかってぐらいいいな。快適っす。いや快適マジで。まあこれをね、もらう権利をもらっちゃってるんですけど、まあどうするかはまあ自分次第なんで。あ、もうリビエさんとか関係ないの？関係ないやろ。だってそれもう、あと俺がもらうか、もうごめんなさいってするか、もうこっちは告白された方が悪いから、まあ、そこの決定は自分で下すんですけど、まあ、慎重にね、本当にこう先のことも考えて決定したいなと思いますので。なんか俺ね、ツイッターで見たんですよ。前澤社長やったかな、多分が結構な長文で、お金をもっと早くにここに使っておけばよかったみたいなやつの2つのうち1つがプライベートジェット、でもう1つがドライバーを雇うっていう。運転手、そう、運転手を雇うっていう。365日24時間体制でドライバーを2人雇ったらしい。その人たちが交代交代で前澤さんのこう送迎とかするらしいんだけど、それとプライベートジェット、ここにもっと早くにお金を使ってれば僕はもっと早くお金を稼げたみたいな、でそれぐらいそれがすごい大事だったってことに気づいたみたいな追悼書って。で僕はまあ一応ドライバーはイクミンがいるんであれなんですけど、プライベートジェットって確かに発想はなかったなと思って、なんかお金持ちとそれに乗っとるイメージやん。まあ確かに時間効率もいいし、なんかやっぱ飛行機の中でも寝れます。あと普通飛行機乗るときってさ、2時間前からチェックインなんかその、するやん。そんなんも必要ならしいやん。時間短縮できます。あとズーム会議とかできるやん。飛行機なかったらさ、他の人がおるから喋れへんやん。でもそんなんも関係なく打ち合わせをしながら空飛べるみたいな。なるほどね。だからどこを撮ってもプライベートジェットは最高だみたいな感じのツイートやったんで、それを見てなるほどなっていう。それはこう前澤社長からの若手の経営者とかこれからもう活躍する人に向けてのこう金言なわけよ。だからめちゃくちゃなんかこう響いたというか、あ、じゃあ俺もいつかプライベートジェット持つべきなんかなっていう。いや、そう使ってみたら分かることなんかな。まあただ俺県外に行くことがほぼないから今は別に必要性ないけど、俺がもうどんどん飛び回るようになれば、まあ、必要になってくる。そう、必要になってくるんじゃないかなっていう。あ、着きましたよ、グランドハイアット。いますね。あ、どうぞ。行きます。おはようございます。どうぞ。なんすか。あー、ちょっとカメラ待ってるんで、ちょっと、はい、はい、あ、おはようございます。ドライブ行きます。ドライブ、はい、ちょうどいい車手に入れたんで。めっちゃかっこいいねこれ。はい、めっちゃかっこいいけど、はい、ちょっとシートベルトだけします。ちょっと行きましょうか。あ、お久しぶりです。もう大久しぶりですね。はい、あの大阪の重鎮と言われた、はい、重鎮って言われた、はい、室田さんです。あ、室田です。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。はい、2、3ヶ月ぶりぐらいですかね。3ヶ月ぶりですね。なんか今日はなんか室田さんなんかめっちゃおしゃれな服着てますね。え、そうっすか。はい、なんか長すぎませんこれ。やばい、長いこれ。長いなこれ。長蘭みたいになってるね、これ。中3番の長蘭みたいになってるね、これ。学生時代に戻ったら思ってこれ。いやいや、それよりも、なんすか、急に。いや、本当にこのレクサスの新車納車したんで、まあ、ちょっとこれ自慢したいなっていう、こう見せびらかしたいなっていう中で、室田さんここ東京来てるっていう情報。いや、よう知ってたな思って、はい、キャッチしたんで、まあ、どうせ暇してんだろうなと思って。いや、暇じゃないよ、暇じゃないよ。何や、今日に降りてこいって。何、車の自慢。そんな自慢いないやんかいな。なちょっとどっかプレゼンの企画ないんかな、その辺で。ブランドがやねんから、なんか買ってくれんのかな思ったんや。この前のお礼でとか言うんかな思ったら、自分の自慢って買ってくれんすか。いやいや、逆やろ。何や車の自慢、シートベルトせえ言うて。そうっすよ、冷静に考えたらそうっすよね。車の自慢なんてレクサス乗るだけ乗れみたいなんて失礼な話ですよね。めちゃめちゃレクサス乗ったことないみたいなやつやんかよ。そうっすよね。かっこいいなみたいな。いや、俺ほんとちょうどそれを今日されたんですよ。え、これあの入江さんが買った車で、はいはい、入江さんになんか LINE でレクサス乗りますみたいな言われて、はい、自慢されたんですよ。それでなんかもしかしたらもらえるかもなみたいな話になってて、今それで1日の試乗でもう運転手継ぎで一旦もらってるんですよ。ほんでそれを僕に受け継いで僕がもらえるかもかなっていう可能性あります。ねえ、はい、あります。ほんや、運転さんよろしくお願いします。そうです。だから最終的に入江さんにもだから室田さんが選ばれましたと、その可能性を一応秘めてます。それやったらええよ。それやったらもう最高やんか、はい、これわざわざ乗りてきたからやるわ、はい、しかもこれなんか車何をナンバーなんで。あ、え、ほんまに。そう、ほんまにあれです、なんかナンバーがっていうかすごいねこの車。いや、やばいんですよマジで。これ本当にえぐくて、これ王の車っすよマジで。なんか寝転べってなんかマッサージモードとかなんか全部このスマホみたいなんでできるんですけど、これやばいっすマジで。ドリームモード、くつろぎたい時、はい、リラックスやってください。ドリームモード、
動かないです。ドライブ。ドライブ。これこれどんどんいきなりな。疲れなかった意味あれから。ドライブモード。こっちこっちこっちが。今日船高いです。また順番回ってこないと買えないでしょ。そう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 。それを家さんが手に入れたんですよ。あいつ裏使ったなあいつは。そうなんですよ。なんかその前澤社長、松浦会長、はい、次になんか入江が来たらしいんですよ。あ偽物不当中 DJ が。あいどんな子に使ったんやそれ。だけどこれお前初めて乗りました日本って。これ初めて見ました。いやそうっすよね、僕も初めてやったんで。すごいのそれ。それだから今所有権ワンチャン僕が室谷さんにまで来てるんで。それめちゃめちゃええやん。俺いや俺だから室谷さんにこういい話回したくて。そんな何にも長くないじゃないですか。いや先にいきなり服ゲラしとったんやおしゃれやないで。中途半端な長さやないで。え何やろ、まあ、それはねえと僕もあ来てよかったなと思って。そうっすね。どうですか室谷さん最近の調子は。最近何ありきた何ありきたみんな喋って喋って会話できへんみたいな。何ちょっと気遣いながら最近どうですかみたいな。どうもこうもないですよ。もう何してたんですか今日は。さっきシレのお客さんと一緒にランチしとったんですよ。すごい本当なんかこう成功者っぽい雰囲気出しますね。雰囲気雰囲気で。けど泊まってるホテルは一応グランド入ってやってるけど泊まってるのはそのアッパなんですよ。一旦グランド入ったで待ち合わせするんですよ。一旦ね泊まってんのかなと思うんですけど、はい、クラブで出てアパまで行くんですよ。まあそれ言わんとってくださいよ。ね、でちなみに今日これこの車を見せて、はい、で僕がこれ次ここに座って、はい、で僕が新しい人連れていくんですか。あ違いますね。どういうシステム的には室田さんは本当にもうこれ以上必要ないなと思って降りてもらうっていう。なるほどあもう必要じゃなくなったら降りてもらう。はい、だからそのこれ何分乗れるかっていうのは室田さん待機です。これあ自分のはい自分の可能性価値を示してください。なるほどな、はい、あ分からない。いつも台本もクソもないからもう何も聞かされてないからちょっと言うといてよ。はい、これ室谷耐久レースっていうので、本当にその室谷さんっていかにその、はい、面白いのかよく言ってたじゃないですか、はい、俺は芸人よりマンちゃん面白いんだみたいな言ってたんで、はいはい、本当なのかっていうのを耐久するっていうのも込みのこれ企画なんですよ。だからこれ室谷さんが何分乗車できたかで価値が測れます。ぶっつけ本番で。いやもう慣れてるからね、ヒカル君の動画でもう何時間も喋りっぱなしは。そうですよね、うん、もう今日はもう一番乗ったらずっと。もう最後これしがみついて払えへんから払ったら下手したらこれ室田さんで今日終わっちゃう可能性もあるんで終わらしましょうよ。はい、全然ありますよ。室田さんやっぱおもろいんでね。あのお泊まり企画のやつもね、僕的にはすごい満足企画だったんで、はい、結構あれ本当に再生数も100万もちろん超えましたけど、はい、僕のこと知ってる大阪の人とかからのこの連絡すごかったですね。あそうなんですか。はい、やっぱり大阪の反響ありましたよ。ああよかった。僕もあれ、はい、回らんかったらどうしようと思いながらいろんな人がいっぱい出てたから、はい、それなりに回ってくれてええな思って毎日毎日僕今でも気にしてるんですよ。今131万回かな。130万回。あれ反響ありました。ありましたありました。あったんすね。やっぱすごかったですよ。いや嬉しいですね。いや僕も嬉しかったですああやって言われて、あの後もなんかあやた師匠から僕のこう親友をこうやってくれてありがとうございますみたいな感じでこう連絡してもらって、もうみんなから連絡があってお金貸してくれって、はい、いやもう金持ってんやろ金貸してくれってもうありがて迷惑やったなお前ら。俺何か面白いけどどうだろう金持ってるやろ言ってもう室田さんなんか貸してくれそうですもんね。いやいや貸されへんじゃない。ホントなんかねまあまあ困った人におったらね。そうっすよね。その石田また来ますやん怖いよ、はい、じゃなかったらそんな長い竹の服着てる。確かに中段板流せばやばいやんかよな。なんでこれチョイスしたんですか。いやなんとなく長すぎませんか。あまりにも長すぎた。あまりにも長すぎる。だからこれ外から見た時になんかやっけ中に竹の人いんなと思って突然だから僕もちゃんとコーディネートしてこられんかったとりあえず勝利でってか何のことかな思ってちゃんと言うてください撮影っていつも台本がないから言わんか分からないんですよ。だからでも次またね男気じゃんけんとかあれば、はい、これさまだ出番来ますから。だからそれ嬉しいです、はい、男気のレギュラーなんで。男気じゃんけんじゃなくてもなんかないんですか。いや呼びますよ。じゃああれとかどうですか。あの5対5モテよう、はい、あれとか室田さんはもしかしたらモテるんで。あれはもしやめてきますわ。あれは僕が一番モテますもん。いやもう答え分かってますからあんなもん。答え分かってやるんや。林さんとかもプロタンとかリューピーだから、はい、まあ、ワンチャン敵は光くんぐらいかな、はい、もうそれ話にならないから話にならない。出る必要もない。出る必要もないしもう。でも確かにガチでもらってたらモテそうやもん。そうモテるんですよあれは。あれはね。だからまあそういうのじゃなくて違う企画がいいな。トークを達人としてね。まあまあそれはもう喋りますからね室田さんマジで。いやこの前の企画どうなったんですか。あの3人で山で喋る企画。なぜ山で喋る企画。宮迫さんとなんか木下さんと。ああそれなんか、まあ、まだ進んでないですよね。あ進んでないですかね、はい、連絡欲しいです。忘れちゃうんですよ俺も。いやそのいろんなことがありすぎて。あそうですね、はい、室田さんのことも正直忘れてたんで俺。やばいやん。今日思い出したんですよ。あ、そんな人もおったなと思って。そんな人も、はい、一応準レギュラーでおったなと思って。いやいや、やばいこと言ってんな。はい、入江さん何の話か、まだ光くんの誕生日の話しとったからな。
と誕生日なんかねイベントするんで、あその話してました僕に。そうですね、確かに誕生日イベント写真概要欄貼っておきますね。誕生日なんかしないんですかって言われてて、5月28日に入江さんなんか DJ してるんですけど、なんかクラブで VIP 席とあと一般席で、うんうん、僕の誕生日イベントするらしくて、うん、もう結構僕のそのチャンネル出てたような人、あ林さんとか桑田さんとか、はい、まあ、相馬さんとか、まあ、室田さんは多分まあ来てくれますよさすがに。もちろん行きます、はい、はい、来てくれると思うんでパーティーみたいなのをするみたいなんで、はいはいはい、まあ、基本的には DJ イベントみたいな感じで、はいはい、僕も一応いますよぐらいの。いやいや、ヒカル君の誕生日やから、はい、おれへんかったらおかしいな。そうやったら太っちょ DJ のお金集めやから。そんな太っちょ DJ 太っちょ DJ の身内だけ呼んでる、身内だけ呼んでる。最近でも最近ね、なんか入江さんが「いや僕なんか全国から言われるようになったんですよ」みたいな「入江さんその DJ の技術どうなんですか?」みたいな「いやーなんかセンサルって言われるんですよ」って言われて。いや正直あるかないかも分からんからね。あんなに「イエイイエイイエイ」ってこうやってやってるだけやから、音楽乗ってるだけやから。もうちょっと分からないですよね、もうあの人だけは。だからそのねイベント、はい、概要欄に貼っとくんで、まあ、28日に僕のことお祝いしたいっていう方、はい、まあ、VIP 席降格になると思うんですけど、はいはい、まあ、そこはもしかしたらもう下手して埋まっちゃうかもしれない、まあ、一般の方はどうなるか分かんないですけど空いてると思うんで、まあ、興味ある方は概要欄に貼っとくんで来てください。いや VIP 席僕買いますよ、誕生日プレゼントで。ありがとうございます。ヒカル君のためやったら VIP 席と他なんすか、他もいるんすか。いや逆にその VIP 席だけで終わろうとしたんで本当になんか、いや VIP 席買って、はい、うん、僕が動画に出てバズらす、いやいや無理でしょ、無理だね、いやちょっと弱いね、はい、だいぶ弱いか。失礼やなあれ、俺あれ動画見返したら失礼やなこと言ってんな。冷静に考えたらちょっと村田さんじゃ弱いからね。ちょっと他に呼んどきますねとか言って、やばいやん。これ動画から村田さんのバカにしますけど、プライベートでめっちゃ怖いんですよこの人。いやいやいや本当はあの鬼の村田にって言われてて、本当俺もなんか全部ずっと本当にもう下からで、ね、村田さん調子いかがですかっていうところから始まるんで、全然始まってない。全然鬼の村田にじゃない、全然駒扱いしてるやん。ちょっと下降りてきてて、あちょっと乗ってっておかしいやん、普通。熱ないっすか。あー、いや、そう、クーラーもつけ方知らないっすか。いや、もう見てください、これ。汗だらだらなんですよ。カフェかなんか行きたいっすね、室田さん。行きましょうよ。はい。適当にどっかの、どんなとこでもいいっすよね、ほんとに。パッと行っても、パッと、なんか。パッと終わらすのやめてくださいよ。いやいや、いや時間ないんかなと思って、全然。僕は本当に暇なんですよ。いや、僕も暇ですよ。全然。さっきは忙しかったんですよ。あ、そうなんですか、ね。さっきは忙しい中、降りてこいるから、もう。その時はもう帰ってもうた。もうこっちの家都合聞いてくれへんから、一個も一切聞いてくれへんから。ほんで帰った後に「時間どうですか?」言って、いや今帰ったからもうお客さん暇なって思ったわ。もう帰れへん、逆に帰れへんから今日一日。もうちょっと動画で撮ったろ、むしろこの後ろから顔出したろ、この次のゲストがおんのやったら。いやおもろいな、やっぱこの人やっぱ本当にいいっすね。いやいや、相変わらず本当数字持ってへんおもろい人って。いや一生それ言ってほしいんですよ、本当に数字持ってへん面白い人代表で。あ、なるほど、はい、褒めてないよねそれって。いや褒めてない、本当影の実力者みたいな黒子なんですよね。あ、なるほど、はい、あ、まあ、そうだったらいいですけど、はい、僕のチャンネルでももうほとんどの人が室田さんのこと認知してるんで。あ、それ嬉しいです、ね、もう説明不要になってきましたね。あ、それは嬉しいです、はい、男じゃんけんだけじゃなくあれに出てからは、一日密着に出てからはほんまにそうやって言われる周りから。いやそうですよね、はい、だから室田さんのこと分かったんで、どんな人なのか、うん、単純に僕もやっぱね興味あったんで、あれ知れてよかったですね。もう今はもう正直あんまもう覚えてないですよ、あの話は何を全部。俺僕も出たんかな。そもそも出とったんかどうかもう覚えてないよ。おかしいやろその会話。まず、あとどうか後で決勝で。やばいな、もう一回一から説明させてくださいよ。ねえ、おかしいやんか、うん、こんだけでもねアドリブでパッて本当に何の打ち合わせもなく出しててこんだけ喋れるってちょっと台本くれよ。確かに一日中喋るの大変やねんから。ああ、そう、室田さんね、これルチルプレゼントしますよ、そういえば。あ、お願いします、はい、これ今つけてるやつあげますよ、じゃあこれ。ほんまですか、はい、あげます、これ。ありがとうございます、はい、周りから言われるんですよ、はい、ルチルルチルって、はい、これ本当にね、あのさっき僕入江さんからいけられたのかって速報を聞いたんですけど、はい、ちょっと怖い額売れてました。めっちゃでしょ、すごいって。これあの全部で今 3.5 億売れてます。マジっすか、はい、でも僕らもよく分かってないです正直。何言ってもバズりますね。いやでもこれ過去一かもしれないです、これルチルルチル。僕今いろんな頃の商材やってるじゃないですか、はい、まさか一番相性いいの石だと思わない。いやいや本当に分かんないですよ。誰も予測してなかったんですよ、僕の周りで関わってる世の中もまさかこれやったかとはなったんですよね、これかみたいな。でもたまたまこれもたどり着いたんで。いや動画見てて思ったけどほんまにすごいよね、こんな
いやでもね、僕これ来てから本当に運のいいことが起きすぎてて、家に僕バカでかいルチューリーもあるんですけど、はいはい、なんか本当に運のいいことが起きすぎてなんか怖いんですよね。でこのレクサスの動画もこれ本当に場面で撮ってるんですよ、はい、だから室谷さんもこれ事前に連絡してないんですよ、ガチで。いやガチで連絡、本当に1時間前とかぐらいに直前で連絡して、本当たまたま東京のグラナダでいたからこれ今乗ってるんですけど、これも運がいいじゃないですか、もうどう考えても。いやほんまにそうなんですよ。で僕一旦忙しいですよって断ったんですよ。あそうです、断った。まあ、動画って知らんから何してんですか言うから、いやお客さんでします、あそうですか、迎えに行っていいですか、いやお客さんでいてるじゃないですかいやそれはな、内容教えてください、いやいや頭おりんちゃうかな、こっちお客さんでいてる言うてるのに、で行きますね言うて勝手に行きてやで、でまたそれだけ待たされてやで、どういうこと。いや本当に俺なんか申し訳ないですよ、本当に俺村田さんのこと乗せて10分で捨てようと思ってました。いやいやいや正直本当に、いや村田さん忙しいって聞いてたんで、お客さんいるんだったらお客さんをちょっと待たせてる10分間だけちょっとお借りしようかなと思ったんですけど、お客さんちょっと消えちゃったんだったら、消えちゃったんだ、帰らしたんですよ、もう。はい、もうじゃあちょっとゆっくりね、はい、はい、一方通行じゃないですか、人の話も聞かんと、お客さん通る言うたら普通、あまたこんなにしますねじゃないやん、食い下がりがすごいんよ。いやでもそれぐらいやっぱこういかないとやっぱね、室田さんぐらいやっぱ目上の人と関わっていけないんで。いやけど逆にありがたかった、これが動画やったから。ああ、なるほどなるほど、うん、これが動画じゃなくて普通の人、普通の人やったらもう怒ってるよマジでプライベートでちょっとね、お前なめとんかいにしまして何しに来たんじゃお前、今すぐカメラ回せ言うわたまたまこれカメラ回してるから僕も笑顔で、ああありがとうと思える感謝の気持ちしかないけどね。いやいいっすね。じゃあ、カフェ着きました、はい、外のテラスでなんか飲めそうなんで行きますか。はい、じゃあ室田さんがちょっとねご指導してくれてるんで、はい、いただきます、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。逆なんですけどね、ご指導が。いやいやいや、まあ本当、まあそれも年の差ってやっぱね、こういうとこで聞いてきますよ、ね、横抱き呼んでちょっとコーヒー飲もうや言うて、はい、買ってきてくれよ、はい、室田さんのプライドは僕傷つけれないんで、やっぱり傷つけてるよだいぶずっと溺れんかよ、自分だけこれ、自分だけ見てこれ普通ケツだよ俺のあれやん。頼めばよかったよ自分で。まあまあまあ自分で頼む頭もない。いやいや、怒ってくれるから気遣うから頼まないかった俺ならお金出してな、自分で頼んだよかった、だったらちゃうけんかい。野田さんだって、まあ、僕がこんだけいじってるわけじゃないですか、はい、普段からこんだけいじられるんですか。誰もいじられへん俺の誰がいじんねん。どういうキャラなのか、野田さんいじる側なのか、普段どういうキャラなのか。僕のチャンネルじゃもうなんか結構僕が言ってるんで、はいはい、こういう感じのキャラみたいな認知されてると思うんですけど、実際はどうなんですか。年的にはだいぶ上で、しかも立場的にもかなり上の方じゃないですか。いじられることもありますけど、あなたみたいにこんないじり方してんよ、みんな。あ、なるほど。みんな気遣いながらいじるよね気遣いながら一応ね。あ、なるほど。最初から最後までいじり倒してんもん逆に気持ちになってるのか、持てるからね、こっちは今、いじりすぎやろ。いただきます。その成果が反響で出たり出てるから、まあまあいじりなんやな、だから優しさなんやろね。気づきました。これからも言っていきます。後付けやります。気づきましたよ。分かってんぞ俺も。そうやったら毎月ちゃんと連絡ちょうだいよ。分かってんぞ。じゃあ、俺からも言ってください。ね、あります。俺は支払いしたのに。むしろ、俺の所有権やのに。むしろ、俺が食べてください、言う方やのに。ほんまなんか恵まれてるなと思うのが、こんな室谷さんぐらい年上で成功してる人がこうやって気軽に YouTube 出てくれて、本当に俺 YouTuber 撮っとるのみたいな考え撮っとるやん。いや、これ冷静おかしいやん。この状況が本当にすごい仲間やと思う。普通絶対ありえへんから。確かに。こういう人ってチャンネル一人おったらすごいぐらい、うん、俺もだって何人おるんってぐらいおるやん、その年上の人で気軽に絡める人が、うん、これってやっぱちょっと運いいよな。まあ、それも運いいけど、はい、その周りの人取られてる人も運いいと思ってもだって運いいと思ってもそう、うん、突然の企画で突然おってたまたまタイミングでおった俺がめちゃめちゃ運いいやん。うわよかった。そうって思われてこうやって閉まれる俺も運がいいから、それをほんまみんなを巻き込んでみんなを笑顔にしてる。こんな感じでいいですか。いいね、今日いいね。いやじゃあ何むっちゃん今日いいよ。今日いいねって何むっちゃん今日いいよ。今日調子いいな。今日かあのプラスしといて。何や今日かプラスしといて。なんかみんなで企画してとか、僕も行きたいですね、遊びに旅行とか。じゃ行きましょう、誘ってください。どこでも行きたい。それこそだからあれじゃないですか、宮古島。あ、だって宮古島来てほしいですね。あ、いつですか。あれ次空いてない。6月空いてなかった。5月空いてます。これあのまだ誰もメンバー決まってないんで、室谷さんとあと1人か2人メンバー決まれば誰がいいですかね。この後僕18時から青笹が会いましょうみたいになってて、うん、青笹連れてきましょうか。ちょっと弱いかな。まあ俺もそう思ったんですけど逆に挑戦しません。この弱いやつ2人集めて、ああのどうなるのかっていう。ちょっと待って、弱いやつ2人集めてってことだよね。弱いどんな YouTuber も青笹室谷で動画撮ると思わないんで。あ、なるほど、ね、それやっぱりチャレンジなんで俺にとって。もう僕もやっぱもうトップ YouTuber なんで、やっぱ大体どの人どういう動画撮ったら伸びるか分かるじゃないですか、
合わせた室谷で撮れる企画ほぼないっすほぼないっす僕で大体僕と光るもんで90万再生もあるけど合わせた10万再生もあるから言ったらちょっと不安やな逆に減る可能性ありますからねマイナス10万とかなくなるんでやばい、はい、まあでもそこあえてチャレンジしていくっていう精神なるほどね、うん、宮古島一緒に行って蓋開いてみたらタイトルにもたまにはどっちも出てないからただの旅行中身にはいるけど3名ソロ3名ソロっていう可能性もありますよ、ね、あなるほど、ねまあ、そういう、まあ、可能性もあるんで、まあ、分かんないですけど、はいはい、考えてみますでそれはその好きな2人といけるんで、まあ、どうせ楽しいと思うんでそれはいいですねしかもなんか面白い組み合わせ絶対この合わなそうな2人組み合わせてるんですよそうやね青笹といったら何喋るかなと思うでも最近ね青笹とよくいるようになったんですけど、うん、あいつやっぱめっちゃおもろいなって思う部分とかいいやつだなって思う部分めっちゃ増えてやっぱ泊まり来た時と比べてめっちゃ好きだったんですよあいつも、うん、だからなんかもっと撮りたいなって思ってるんで室田さんとこう一緒にやることでなんか生まれそうだなってそうですねあとあいつやっぱめっちゃ賢いっすねすごいっすよあいつこの後まあ予定も聞いてないけど多分あいつ暇やと思うからそういう感覚で誘ってねえな室田ねも暇やろうな思ってまあそう暇そうなやつから誘ってるんですよ一番暇そうだったっていうだけの理由です俺はなるほどな、はい、まあでも室田さん最近喋ってないなと思って、うん、それは嬉しい室田に不足なとこあるやんおもろいじゃない室田さんマジでめちゃくちゃおもろいいや俺や正直プライベートで遊びたい人ランキングのトップ5とかに室田さん入っとうからそれは嬉しいやマジで室田さんめっちゃおもろいプライベートで見てたんで動画の時下手したらそれ超えるぐらいおもろいカメラ回ってない時の方がおもろいそうそれはさ間違いないほんまにだから驚異の面白さしよう全然見せれてないってことですね見せてないですよ YouTube でマジそう今かすみたいなもんやそうかすそのプライベートの森田さん知っと俺からしたら今かすみたいなもんじゃんほんまに喋らねえこと多いからね、うん、まあ確かにそう、ね、B も多いからね、はいはい、おもろいことが突然起きてくるからずっとカメラ回すまで無理やからね僕の面白さはかすってないねん黙って聞いてた褒め言葉とか褒め言葉なるほど、うん、こんだけおもろいけどプライベートはもうこんな引っ張らぐらいおもろいですよっていう比喩みたいなもんですからちょっとムカつくな思うことに一般で褒めてくれるからあれけどずっとムカつかせられるわかじってないやろ思ったから考えながらまあいいかカメラ回ってるから室田さんにそういえばもう一個ね俺ねこのルチルブレス以外にプレゼントしたいものがあって、はい、家にあるんで、はい、ちょ向かいましょう家、はい、俺の家久しぶりに来てください楽しみやな、はい、久しぶりに行こう、はい、じゃあ向かいますじゃあどうぞただいまちょっとお子さんとしますはいそんななんか嬉しいなプレゼントって室田さんこれですなんすかこれいつもお世話になってるんで開かれへんなごめん汚い開き方すぎる馬刺しやんはいこれあのいつも食べてるやつやんなんかそうそう販売したばっかりなんですけど、うん、まだ視聴者のまだ届いてないんですけど本当にこのまんまで販売してるんで開けますうまそうやんめちゃめちゃうまそうやんか、はい、これでまあ解凍してないんで食べれないんですけど一応もう解凍した分もあるんであそうなんやはい何これ宣伝かなあなあえっよく俺ルチルの方やからなんかすごいの出てくるかも多分宣伝じゃないっすよちゃんと室田さんって結構多分俺グルメだと思うんですよ、うん、めっちゃいいの食ってるじゃないですか、うんうん、ちょっとね味確かめてもらおうかななるほど、はい、ありがとうございますいただきますどうぞいや嬉しいなこうやってね自分が出したものを食べてもらえるっていうねうまっこれうまいわですよね、うん、僕がチェックして、まあ、これはいけるなってやつだけにしてます本当にだからうまいだけを凝縮したみたいな、うん、めちゃくちゃうまいやんはい、これどうする？これで、うん、この量で1万円ぐらい、はい、これで肉で貴重やのに馬刺しそうなんですよだからめちゃくちゃいいですあの馬とろっていう部分があってこの腸のやつもあるんですよこれはご飯とかにかけるとめちゃくちゃうまいああなるほどな本当にほぼネギトロのなんか馬刺しバージョンみたいな1枚で安いんちゃうぶっちゃけこれ安いっすねなあ馬って高いもんなしかもこれ菅野屋さんっていう本当にこの熊本のすごいもう、うん、有名なとこや有名なとこうん分かる分かるだからめちゃくちゃいいやつっすね味もマジうまいサブスク限定なんで、うん、もう月額で本当定期的に購入した人だけに向けて販売してるっていう感じですなるほどなるほど、まあ、1万円プラス、まあ、冷凍配送料だから1万ちょっとで買えますよっていう、うん、部位的にはねこれねももロースラムのみに絞り込んだって感じです、うん、赤身からさらに限定させてる、うん、これ、まあ、これ薬味ネギとかあったらまたうまいよねそうですね、まあ、ニンニク足してもいいし生姜足してもいいしみたいな、うん、このままでもうまいんか何個契約しますサブスクサブスクサブスク そっちあれそっちだったら美味しいだったらね美味しいだったら美味しいだったらだってそれは、まあ、じゃあプレゼントはしますけども、うん、毎月欲しいんだったら契約してもらえないだってあなるほどなるほどいやいや要はおめえ
要ははめられたって感じ。はめて、全然はめてないですね。言い方悪いけど、まあ確かに美味しいよ。はめてはないですよ、だってプレゼントしてもって大阪でいろんなね、いるじゃないですか、はいはいはい、はい、だからやっぱこれ契約しとくと喜ばれるんじゃないかな。喜ばれますもんね。いや、そうしかも健康的ですし、今決めてほしいんですよ、何個契約するか。それでもだいたいみんなどれぐらい頼むやろ。いや、でも僕はだいたいめっちゃ食うんですよ僕、うん、週に5、6回食うんですけど、うん、僕1ヶ月にこれ5箱ぐらい食います。あ、1人じゃないですよ、もちろん桑田さんとかもいますし。5箱やったらもう倍いこう。1ヶ月でしょ。はい、要は10個でしょ、はい、10万ぐらいです。10万でしょ。はい、払いましょう。うわー、来た。え、これ解約できないですよ。え、解約できない。1ヶ月で解約できないですよ、これ。いや、まあ、できなくても、はい、あなたの付き合いが永遠に続く。すげえ。あんなもん、かっこいいな。かっこいい。元取ろ、元取ろ。いやいや、でも正直これ10箱頼んでもぶっちゃけ多分あげたらめっちゃ喜ぶ。うん、喜ぶと思う。ほんまリアルに、うん、リアルにここもうまいんで、うん、リアルにうまいから、はい、まあ自分でも何個も食うし、お世辞抜きでうまい。ペロッといけちゃう。ペロッといけちゃう、うん、いや嬉しいな。これ見とってうまそうやな思って食べたかったけど、もう食べたら食べたらうまいし、もう10個ぐらいやったら全然この付き合いやったら、むしろ10個ぐらいただでくれる感じやったもんね。うん、まあただみたいなもんなんですよね。僕も僕の周りの人に食べてほしいと思うから。そうですね、やっぱ僕もやっぱさすがにね、まあ、室田さんにその営業とかはしたくないんですけど、うん、この付き合いからこそ営業しなきゃいけないって。新手の付き合い、新手の営業よ、もこれね、はい、新手の営業ですね、うん、だけどもう10万円でね、はい、こう動画撮ってもらえて、いや、なかなか安いもんですよ、あんまり。マジで、まあ、でかい器が。そりゃそうです。前回120万円やったんで、うん、ね、今回10万円なんならもう毎日毎日が取ったろか、お前よ。マジでもう毎日届きに来たろか、お前。年間120万です。はい、わかりました。年間120万、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こういうやつ頃から俺もみんなうまいことやっていけねえな。いや、 YouTube 活動っていうのは、ね、やっぱこういう、ね、人たちのおかげで支えられてます、ね、支えられてますから。ヒカルチャンネルって、ね、本当特殊なチャンネルで、 YouTuber 同士の支え合ってあんまないんですよ。こういう調子のいいおじさんの支えによってね、成り立ってるチャンネルなんで。だってこれ、この状況で断れる状況ないもんね、普通にね。本当にカメラって便利っすよね。便利、便利。YouTube ってね、ほんとなんか拳銃つけてるみたいな、うん、つけられてる、ずっと、はい、うん、まだただ5個やって言ってくれたから10個って言いやすかったけど、あれ50個言うだったらどうしようかも。100万円無理やな。実際でも10万払っても、うん、ぶっちゃけめっちゃ安いと思うのが、だって僕馬刺しに毎月100万以上払ってたんですよ。やばっ。ウーバーで頼んだらめっちゃ高いんですよ。そいつもウーバー頼んだもんな。そうなんですよ。だから正直5箱だったら5万じゃないですか、うん、110万とかで買ったやつが5万なんですよ。でどっちがうまいかって言ったら、正直全く遜色ないレベルでこっちうまいんですよ、うん、圧倒的に安いんですよね、もう僕のウーバーイーツ視点から言うと。で普通にお店で食べてもこれめっちゃ高いんですよ。高いっすね。めっちゃ高いです、マジで。高級店行ってる人分かると思うんですけど、普通に平気でこのレベルだったら万超えなんですよ、ちょっとの量で。いや、お前ほんまにリアルに俺も馬刺し好きやから、うまいもん。安いと思う、これ。いや、そうそう、めっちゃ安いんですよ、うん、これこの量でこんな安いのみたいな、うん、で何が俺にとって安いか言ったら、はい、これで喜んでもらえねえんで、はい、これほど安いもんないやん。確かにね。いやいや、ほんまにマジで毎月馬刺しを買ってくれてる太客っていうので、そうそう、僕も毎月村田さんと思い出しますもんね。まあ確かに馬刺し食って売れるんだ。ちゃんと思い出せよ。馬刺し食うたび思い出そう。食うたびね。う出会うたびもしかしたらもっと契約してもらおうか。やばいな、逃げとかなあかんな。いやいや、本当に助かります。いやいや、はい、こっちも助かります。なんかいや、これはでもね、うん、こんだけ褒めてもらうと嬉しいですね。嬉しいですね、うん、まあ正直この契約の話はね、まあ、ぶっちゃけ俺もうどっちでもいいんで、うん、まあ、これはまあ冗談っちゃ冗談なんですけど、でもまあ本当にこうやって言ってもらえるのが嬉しいですね、うん、ここから視聴者の方がね、多分ね、購入してくださって、どん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 ね、こう、うん、口コミとかで、いや、これ本当にうまい、安いって来ると思うんで、これ自信あるんですよ、うん、正直僕いろんな飲食出したんですけど、トップ級自信ありますね、これ、うん、まあ、もちろんちょっと高いですよね、一番なんで。でも馬刺しの中では安いです、このクオリティ。これはもうありえないんで、これプレゼントしたら喜ぶと思う、ほんまに。絶対喜びますよ、これ、うん、俺も家でこういろんな人振りましたけど、うん、みんな喜んでるんで、逆に言うとこの金額でこれで喜んでくれるんだったらっていう感覚なんですよ、うん、やっぱ本当にこうお金持ってる人、おお、早いっすよ、喜ばそうと思ったらなかなか難しいんですよ、うんうん、で家に来た時にパッて手軽に出せて、体にもいいんで、うん、なんかダイエット中だと気軽に食ってくれるんですよ、うん、って言ったらもうこれ最強ですから、一家に一台みたいな感覚で余裕持ってる方はぜひ買ってください。モルタさん、気づきました。モルタさん、本当にルチルと馬刺しの宣伝のためにいたんですよ今日。あ、なるほど、はい、で出演料がこれ10万円、はい、これ10万円。なるほど、ね、俺払う側でちゃんとホテルまで送ってくださいよ、マジで。ここで解散です。やばいな。
相変わらず雑やねんから。そう、こっからちょっと一緒にね、はい、青笹の動画編集キャンプっていう新宿校みたいなのがあるして、うん、そこに来てくださいって言われたんで一緒に行こうかなっていう。ああ、なるほど、はい、行きましょう。あの5月に一緒に宮古島行くんで、まあ、それは青笹にもまだ LINE でちょっと軽く宮古島行くとしか言ってないけど、まあ、多分あいつ OK だと思うんで今から向かいますか。じゃあはい、はい、行きましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。いやマジでね、室谷さんは本当にいい人、おもろい、完璧っすね。成功者で金持ってるし。いやそんな完璧ではないですよ。マジで最強の人っすよね。室谷さんみたいな人準レギュラーになってくれてるのマジでかすぎるんで、しかも大阪にいるんでね普段はね、はい、それわざわざなんか東京とかで絡んでくれるの助かりますよね。あとまあ俺大阪行くこと減りましたけど、大阪行った時にやっぱ楽しいなと思う差し入れで、やっぱもちろんあやた師匠含めその、うん、そうめんの人たちがやってくれるからなんで、うん、ただね僕もね、なんかね、そうめんの訴求ってむずいじゃないですか、うん、日常生活で、ね、うん、シャンパンなんで、うん、だからもう室谷さんのインスタグラムをあの訴求することにしました。村田さんの個人アカウント貼っときますよ。もうそれ一番下とかに貼っときます。一番下にあれ、え一番下ってのままどういう意味なのかちょっとわからないけどな。嬉しいです。村田さんはフォロワー増えたら嬉しいです。あ、じゃあぜひフォローしてください。村田さんのインスタグラム、 ありがとうございます、はい、そうめんジャパンもお願いします、はいはい、もうそれがしかできないんで、なんか恩返しはしたいんですけどね、何かできるかなって思った時に難しいんで訴求が。それも嬉しいですし、はい、こうやって動画に定期的に出してもらえる準レギュラーって言ってもらえるだけでも僕らはめちゃめちゃありがたいですよ。いや出てくださいよ。逆にいなくなったらね、光るチャンネルの良さが消えちゃうんでね。やっぱ光るチャンネルって人気 YouTuber ばっかりを出すチャンネルじゃなくて、誰なんだろうこの人って思うような、世間的に言うとね、うんうん、人が輝いてるっていうのがやっぱいいんですよ。だって僕のチャンネルって本当に数字持ってるトップ YouTuber ってほぼ出てこないんですよ実は、うんうん、それこそ梶原さんとか、うん、まあ、ラファさんとか、うん、ぐらいなんですよね、うんうん、結構定期的に出てくる人といったら、うんうん、あとは経営者の人とか、うんうん、ばっかりなんで、業界ごとには有名やけど、うん、別に YouTube 上で数字持ってるかって言われたらそうでもない人が僕と絡むことでなんかシナジー起きるみたいな、うんうん、でもそれが楽しくてやってるんで、室田さん独占しときたいんで、やっぱ他の YouTube チャンネルが室田さん出してたらやっぱ嫌なんで俺も、まあ、使いこなせないですけどね。いや僕のこともね確かに、はい、室田さんぐらい面白かったら食われちゃうんで、もう他の YouTuber も室田さん面白すぎるから全部カットするしかないじゃないですか。はいはいはい、はい、面白すぎて出せないっつって。いやちゃんと分かっ、そういうの分かってるところが好きや俺もちゃんと俺の良さ分かってるもん。で冷静に俺もこれオファー何回も来たけど断ったもんマジで。出演してくれませんかとかいっぱい DM 来ましたよ。ですよね、詐欺まがいのやつ詐欺師じゃないですかね。情報商材だからね。そうそうそう、もっとええのオファー来るんかな、また全部なんか広告関係なんか詐欺ばっかりのやつやんなもん。だからね、やっぱ僕としてはね、僕のチャンネルにいっぱい出てくれる人としてね、はい、あの関わっていきたいんでね、本当にこれからもよろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。こういう1ヶ月間ずっと一緒におるとかないの？あ、全然いいっすよ。普通にプライベートとかでも泊まりに来てくれるんだったら、そっからなんか勝手に僕動画回したりするじゃないですか。あ、なるほどね。そこにいるみたいな。桑田さんとかもずっと住んでるから勝手に動画映るんですよ。あ、なるほどね。みたいなのがあるんで、だから室田さんが東京に1週間来てるんだったら1週間住んでもらったら全然僕ら OK なんで。次回からそうします。もう、はい、僕らノリで生きてるんで、うん、思いついた時撮ってるんですよ。それはもう今日でまた改めて分かった。そうですよね、うん、本当になんかこうがっちり予定組むのもありなんですけど、うん、全部それだったらしんどいんですよ。僕だからスケジュール見た時に何もない日があった方がやっぱなんかこう嬉しいんですよね。そこで何もなくて、だ何しようかな、これ撮ろうみたいな感じで撮るのがやっぱ結構好き で、うん、で今日もマジでそんな感じだったんで、さっきも前さんに聞いたら、いや何も決まってないよって言われたから、ええって全く決まってないのって。あ、この青笹のやつもさっき決まったんで、てかどんなその場所で働いてんのかも俺知ってないんで、うん、僕の動画出てから売り上げがなんか 2.5 倍とか3倍とかなってるんですよ、うん、だからめちゃくちゃ上がったって言ってて、動画編集キャンプのサービスを利用する人に光る視聴者めっちゃ多いらしいんですけど、うん、一体どんなところでやってんのか僕、ま、何も知ってないんで、うん、楽しみですね。普通にね職場見学迎えたいと思います、うん、はい、はい、来ました。すごい、これ活躍中青氏が主催、おーおー、ええええ、めっちゃ社長感増してました僕の城なんでじゃあここ入っていい？あ、いいですよ。せらさせて行ってくださいよ。しらじらしいな、お前。しらじらしい。あ、でもこっちも広いな。あ、すごい。広っ。あ、確かに広いですね、めちゃくちゃ。従業員も何を？業務委託で50人ぐらいです、設計書ベースだと。どん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 増えとる。いや、ちょっと絞ってます、今。少数精鋭みたいな。え、でも売上は上がってる。売上は増えてます。今どれぐらいの？月大体 1.5 から2億ぐらいです。やば、俺出会った時、出会った時がまだ多分月8000万ぐらいしかなかった時期で、そこから多分ほんと2倍ぐらいしてもらいました。すごいよ、何もしてないのね。一生懸命そうめん飲んでますよ。ああ、そうか。いや、それはありがたいけど、何度かね、2、3回ぐらいは宣伝してるんですよ。でもその2、3回ぐらいでそうなってるんで、なんか動画の時のためにボンって上がるらしいんですよ。相性がいいのかもしれないですね。何回自分で言ってた。
僕の城なんで。ちょっと今日態度大きめでやってます。従業員もおるから。でかくもらえないから。ここであのボッチですみたいなやったらちょっとあの顔立たないんで。なるほど。でかい顔させてください。ちなみにあの合わせたの5月の22と23、あの宮古島行くから。行くから。あれどうする？22は開けます。23が令和の虎の撮影があるんですよ。で24が海外なんですよ。22は行っていいですか？22だけで帰るの？中途半端すぎる。宮古島やからそんな簡単に帰れへんのよ。23のところだけ誰かに代役してもらって、今やったら間に合うんじゃなくて、言って1ヶ月ごとだからさ。大役してもらいますじゃん。そうチャンスやろ。チャンス、こんなチャンスないっすよ。動画編集キャンプの裏側をちょっと今撮りたいけどな。どんな感じなのっていう。ここで基本的には2日間研修受けてもらうんですよ。あ、ここに生徒が来るってこと？来るってことです。すごいな。で、2日がっつり勉強してもらって、まあ、ある程度スキルのベースが身につくんですね、で、その後アフタースポートって言って、ここを自由にいつでも出入りできるようになってるんで、ここで身につけたスキルで仕事を実際にやっていったりとかする。今ここにいる人たちの中で生徒がおるってこと？あ、そうです。彼女とかも生徒です。これもみんな生徒ですね。で、実際に案件取って今仕事やってる人たちですね、生徒。そうなの？すごいな。この校舎は全国でどれがある？今41店舗あります、契約で。マジで？なんか冷静になんかちょっとすごいやつに出てきた。ちょっとだけすごい人なんですよ。すごい、ほんますごすぎじゃない？だって、まあ、冷静に2億売り上げてるって言ったら結構それもすごい、ね、負けもんね。利益率も結構いいんで。キモイちゃんも喜ぶわ。そうそう、今月末のタワーで。いっぱい、ああバカやなこいつは。実際でもね、僕の視聴者の人でも動画編集キャンプ利用してる人多くて、ちょっと前に林さんがなんか打ち合わせしたいって言われて、俺キャバクラ呼ばれたんですよ、あのサーブリックって有名なのあれですか、呼ばれて、僕の横に着いた女の子が動画編集キャンプ行ってるんですみたいな。これなんでかって言ったら、キャバ嬢のセカンドキャリアとしてなんかスキル身につけておこうと思って、私は YouTube 好きだから動画編集学んどこうと思ってやってるみたいな。結構そういう風に副業として編集技術を身につけるっていうのは結構流行ってるんですよ、こっからこの SNS 時代がどんどん続いていくわけじゃないですか、だから編集技術って腐らないんですよ。 TikTok、Twitter、もう何撮っても編集がいるみたいな。ですね。っていうので今すごいんですよ、だから多分上がってるんですよ。でしかも即戦力で稼げるようになりましたよ。本当に仕事取っちゃってますからね皆さん。これちなみに例として2日間の集中で編集身につけます、でどれぐらい稼げるようになるのかっていう、まあ、そのもちろんこの大なり小なりあると思うんだけど、最低ラインこれぐらいで稼ぐ人はこれぐらいになるよっていう、どれぐらい？もちろん挫折しちゃう人はいるんですけど、3ヶ月でだいたい月5万ぐらいは稼げるようになる人は多いですね、少なくとも。まあ、最低ラインですね、そこは。で、それが1日どれぐらい働いてるの？副業としてそうですね、1日多分3から5時間ぐらいはやってます、でも最初の方は。そんなにこう動画編集でめっちゃ一攫千金みたいな感じっていうよりは、家でバイトできて楽だよねみたいな感じなんですよ。副業内職みたいな。あ、本当にそうです。シフトにも縛られないんで、主婦の人とかが子供の迎えに30分ここ行かなきゃいけないからシフト入れないとかがなくなるんですよ。なるほど。ちょっと1時間仕事して30分迎え行ってまた仕事できるみたいな。これって実際仕事はもう有り余ってる？有り余ってますね。逆に編集者足りてないんだ。編集者基本足りてないと思います、どこもかしこも。編集者もめちゃくちゃイケてる人とイケてない人いるんで、イケてる人だと時給が5000円とか1万とか上がってくるんですよ。なんでそういうめっちゃエースみたいな人は半年とかでなんか月100万稼げましたみたいなのを言うと。でも、まあ、そうじゃない人もいるんで、一般的にはもっと低めってことだ。そうですね。だからちょ平均で言うと多分半年で月20万ぐらいが平均です。それでもすごいすごいですね。片手間でそれをもしやれるのですから、まあ、いつでもどこでもできるっていうのが、まあ、結局最終の一番の魅力やな。結構動画編集の教育サービスって動画編集で儲かります稼げますみたいなバンバン言ってるところが多くて、うちはなんかそうじゃないっていうのは結構伝えたいですね。逆に稼げるというよりは副業として優秀。そうです、そうです、そうです。期待値を上げすぎたくないというか。まあ、実際僕の会社でやってる編集者の人もやっぱ家でできてどこでもできるから、だからこの仕事辞めたくないっていう人多いんで、やっぱこの縛られたくないっていう人にはもってこいなんですよね。そうですね。主婦の人めっちゃ多そう。主婦の人めっちゃいいと思います。でも子育てしながらやれる仕事ってあんまりないから。あと大学生ですね。推奨するわけじゃないですけど、まあ、授業中正直授業聞かないわみたいな大学生いっぱいいると思うんですよ、授業中にやっとると。授業中にやってるんですよ。だから助手席取りながら。なるほどね。まあ、おすすめはできないですけど、結構まあそうやってなんかうまいことやってる大学生です。単位だけ出席して取りながら。はいはいはい。あ、なるほどね。だから夕方以降毎日飲み会行けるんですよ大学生。昼に働けちゃってるんで。なるほどね。なるほど。あんまり言うたらあかんことよ。推奨はできないです。でも確かにまあやるやつ多そう。多そう。2日間で15万、でスキルが3つ。相場に比べても安いと思います。だいぶ大体30から50万ぐらいするんで動画編集スクールは。でもそんだけ40校舎あるってのは近くにあるから便利よ。どれぐらいでここまで行ったの？
会社自体は5年目ぐらいなんですけど、動画石キャンプってブランド立ち上げてから1年半ですね。まだ1年半、これはまだまだこう伸びていくっていうイメージ。まだまだ伸びていくと思います。これからも全都道府県に1個ずつ置ける、ね、1個ずつもうあと1年ぐらいに置けると思います。すごいね。これってさ、広告とかはほぼやってない。広告はほぼやってないですね。僕の SNS で基本的に集客してて、ヒカルさんとコラボさせていただいてから僕の SNS がちょっとボトムアップしたんで、レベルアップしたから、はい、それでガーって集客できてるって感じです。あ、やっぱすごいな、認知度大やん。うん、いや本当に YouTube の力めっちゃ感じましたね。感謝でしたね。本当に今ヒカルさんやばいっすね。さっきのあの言葉だとしたの本当に即座に返答やん。確かにな、まあまあ、甘く見とるな。いやちょっと確かにちょっとなんか自分の城やからちょっとなんか俺忙しいけどみたいな踏み出してヒカルさんにヘコヘコしてる姿あんま見せたくないいや諦めましたついてきますお前らの給料ヒカルさんが出てんだからどういうことなんよほんま。改めて見直した。ありがとうございます。いやほんまに、いやそうめん下ろします。ただの陰気やなと思ったら確かにね確かにこっからシャンパーのそうめん一致してるって考えたら地味に循環してるんですよ冷静にね。確かにそれでそうめん頼むなんて確かにあれなんかめっちゃあれなんかティンダーなんだティンダーあれで言ってない。や僕あの人生で初めてスタッフに誕生日祝ってもらったんですよ2年前。ちょっと持ってますみたいな、生まれてますみたいな。ちょっとかっこつけさせてくださいよお前動画でおかしいよ。あがめろよほぼこれいじられとるこれスタッフいじられとる絶対まあ概覧の方にね動画編集キャンプ貼っとくので、はい、まあ、もし副業に興味あるという方は、まあ、編集技術身につけて、まあ、家とかで在宅ワークで稼ぎたい人は受講してみてください、まあ、あとはまあそうですね、ここから寿司行きたいなと思ってて、入江さんが寿司屋に教えてる。あ、本当ですか。もし行ってきた これなら行ってきた。ちょっと寿司行こうかなっていう、はい、嬉しいあと俺あの車手に入れたから結構いい車。おお。それちょっと見てもらいたい。マジですか。まあ、下に泊まっとうから。ええー、楽しみ、うん。いい車見てたから。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。え？これレックス？そう。新型の。エレンブ？E500？ これ僕欲しかったやつなんですよ。そうそう。うわ。めっちゃすごいですね。でこれ後ろ二人しか乗れない。そうそうそう。じゃあ当然僕前乗り。いやでも前さんがまあここで買えば。あ、まあじゃあ自分でやろう。ここだけ行け。住所送っといてください。寿司屋向かうんで行っちゃいますからロケ。好きな行きますから。行きますからマジでちゃんと。ごめんおそらそら LM 良すぎて乗れへんじゃない。あの行きますからね僕。寿司屋合流で。寿司屋合流しますから。はい。ありがとう。はい。ちくしょう。ではお寿司やってきたんですけど、あのスペシャルゲストでまさかのみゆちゃんがいて、はじめまして、すいません急に来ちゃったんですけど、はい、みゆです。大阪でね本当に有名なキャバ嬢でも引退されて今、はい、あのなんとですね YouTube チャンネルやってて裏方にあの松潤が、あそうですそうです、入江さんとなんかご飯で出てたらしい、合わせちゃおうってことで、すごいメンツがなんかいきなり集まっちゃったんですけど、すいません入江さんと二人のはずが、いや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 、ちょっとヒカルさんとね、なんか邪魔な感じですよ僕らは。じゃあ帰ってもらって、はい、はい、村瀬さんが、村瀬さんがあのあれほぼメインじゃないですか。いやいやいや村瀬さん別にもう必要ないかも。ごめんごめん、もうあの十分集まっちゃったんで、あの前座で、うん、もういらんって、もういらないですね。やばいね言ってことですか。おかしいな、ね、もう本当に青空が本当にコミュ障発揮しちゃってて、いやほんまコミュ障なんですか。あのでもいてもいなくても変わんないから行かせてもらおうかな。なかなか集まらへんメンツで、だって今日急に集めたにして豪華すぎる。豪華ですね。そうですね。そう、設楽さんと一回だけアウターで、だけど、はい、でも YouTube に始まるのは初めてやから。はい、初めて。俺みゆちゃんのことを動画で結構何回かお話しとって、俺すごいね、嬉しい。そう、人の言っていただいて、新喜劇ノアとみゆちゃんすごいって、もうなんか喋りが上手すぎて嬉しい。俺初めてやったとインパクトありすぎて。でもそんなお話しなくないですか私。いやでも分かるね、やっぱこう喋る、ちょっと喋ったら分かる。そのみゆちゃんが来た時にこの場の空気が変わったわけです。嬉しい。そう、なんかその時10人ぐらいいて、みゆちゃんが来るか来ないかでやっぱ変わるわけよ空気が。すごい能力だなと思って、天性なんやろなと思って、あの時喋りがやった半端じゃないなと思って、それでやっぱ印象残っとって、あだからナンバーになったやろなみたいな。場の空気変わったよね僕も。やばい、場の空気変わった。まさかね、こんなみゆさんが来てもらえるんだな。めっちゃ仲良いしね。あんだけそうめんのだってほらそうそうめん、そうめん宣伝してくれてね。この間もね、はい、動画でなんかもうそうめんのボロカス言ってましたね。ボロカス言ってないで、そっちが悪いやん。だってそれはで仲いいけど、あの LINE とインスタも全部ブロックして、え、LINE ブロックして着拠した、着拠した、いろいろあったんで
でしょ、本当にめっちゃなんか、いやけど、いやそれは確かに僕も確認をせんかったら僕らも悪いですよ。けど普段ミュウちゃんは私のチャンネル以外はもう勝手に使っていいから、もう何でもいいからっていつも言ってくれるから、うん、え言ってないでそんなん。じゃあ、光さんのチャンネルそんな、私だってそのやめてくださいよ、言っちゃう最初の室田さんとのバトル繰り広げられてそんな、せっかく俺仲直りさせようとしたのに。いや仲いい、めちゃめちゃ仲いいでしょ、全然。だから今は今一生関わんないと食ったんですよね。一生私に関わんない。え、でも全部言ってない。でもめっちゃ2週間前にそれやったんですけど、ちょっとまた再開しちゃいました。いいですか、はい、全然全然ブロックも外してもらって。はい、全然後でこの、はい、これ動画終わったら全然外してもらって。ここからですか、まあ、それやったらよかったですね、はい、これで心を見なくまたミュージャンのことばー言います。はい、多分俺似てると思ってた、ミュージャンと結構性格。私も思ったんですよ、ヒカルさんと。俺多分言いたいことバーって言っちゃって、はい、後で、あ、まあ、これ言い過ぎたかなと思うけど、まあいっかみたいな。それめっちゃわかります。私もめっちゃ言い過ぎちゃうんで、それでよくちょっと問題発生しちゃうんですけど、ね、入江さんがちょっとカバーしてる。今ちなみに家出中ですからね。家出中なんでそれ言うんですか。ねえ、もう私見た時からやばいでしょ。ちょっとはい、喧嘩しまして家で。あ、なるほどね、トラブルメーカーや。入江さん、私めっちゃ言いたくないじゃないですか、最初からもう。みゆちゃん、人間味があるから。なるほどね、なんかちょっと天地も思い出しますね。飛ばしすぎも私の印象やばいですって。そんなに2個もぶっこまっててください。さっきミュウちゃんまんときに僕ミュウちゃんの子褒めてましたよ。あ、そうなんですか。うん、俺結構普通に好きっすよ、マジで。俺性格が好きなんですよ。よかった。私でもヒカルさんと絶対言ってましたよね、だから話したいってずっと言ってて。こういう性格が一番好きなんです。いや好きなんで、めちゃくちゃ言っちゃうんで。敵に回したらあかんなと思うけど。自分が悪いことせえへんかったら全然全然私は尊重なんで。久しぶりに人の LINE でもふやほちょっと会社で逆にだからその事情を知らないとかしたら分かんないわけですけど、本当にだから奇跡っぽいですよ、これ一緒にいることが。2週間前にちょっとあったんですけど、またここですぐ仲直りしました。よかったですね、本当によかったですね。あれだ、あれだ、ヒカルさんのおかげで。だってずっといがみ合ってても意味ないです。全然いがみ合ってない。フォローを外しただけなんですよ。でブロックしたでしょ。はい、ブロックした。誰がブロックしたの。だけどすぐあの、はい、短めに再会できて。よかった、ありがとうございます。これがルチルパワー。あ、なるほど。これがルチルパワー。これルチルパワーだね。はい、何ルチルパワー。うん、運が上がる。もうそこ聞いてこうかな。そういうもらって、そういうことですよ。めっちゃ上がったよ、俺マジで。あそさん見ましたよ、エースのなつきちゃんね、振られてて。あ、振られました。しっかりね。確かに。この前電話かかってきて何かと思ったら周年のお知らせでしたよ。しっかり営業されて。しっかり営業。今日このお寿司屋さんすごい僕の好きなとこで、会員制のお寿司屋さんなんですよ。いやで入り口は入り口もすごかった。マジな。そうなんです。そうなんです。すごい美味しいお寿司屋さんなんで、ぜひ会員の数何人？100人ぐらい。100人ぐらい。へえ。それで回っちゃうんですか？100人。はい。だリピートで出てくるとか、何回も来るとかね。そうです。いただきます。いただきます。いただきます。いつか動画 YouTube 出てほしいと思ったけど、このタイミングで出てもらうと。そう、私もヒカルさんとちゃんとお話ししたくて、まさかのこんなメンツで。松潤から出てほしいって言われてチャンネルに。え？みゆちゃん。松山部屋ですよね。なんか松山部屋出てほしいって言ったみたいな言ってましたよ。いやでみゆちゃんチャンネルもなんかよかったら出てくださいよみたいな。本当ですか？全然俺はいつでも行ってれるでって言ってて。いやいやもう。頼むけタイミング教えてよって言ってて。はい。いやなんか合いそうなの。めちゃくちゃ。そうなんですよ。私もだからお話ししてみたくて、まさかこのタイミングでこのメンバーで、あの確かにこんな感じになるとは思いもしなかったですけど。いや嬉しいよ、ありがとう。急に、はい、ありがとうございます。うまこれ。おしゃれな味なこれ。なんなんかわからん、うまいな。うんうんうん。でも家出してくるってめっちゃおもろいな。冷静にさ、なんかそのもうドラマとかの話じゃなくて、家出ってことあるよ。ヒカルさんのチャンネルで言うのやば。え、だって今結構長期的な家出。え、使います、使いますよ。使いたい、使いたい。え、いつか。長っ。友達の家行ってて、広島の家。広島に行ってそっから東京来て。はい、今日約束してたんで、もともと二人で。すごいな。すいません、諸事情で。おもろ。やばいですよね、私。いや面白いな、人生的に。はい。もうしばらく続くってこと、家では。いやいや、もう明日帰ります。あ、明日帰る。でも私多分結婚って下校者だと思うんですよね。多分見ての通り分かると思うんですけど、結構結婚、はい、下校者で、あの我が強すぎて、すごい自分の思い通りに生きてきちゃって、なんかちょっとうまくいかないですね。面白いです、本当に。だってこの間動画で撮影したんですけど、ミユが家を買うっていう動画だったんですよ。そしたら家は全員一括で買うっていうローンとか知らないくて。え、ローンって制度？で、それで、なんで一括で買わへんのって言ってほしかった。なんでローンで買うんで
ですかって言ったら、なんでローンで買うんですかって言って、やばいっすよ。私なんかもうやばいじゃないですか今日。大丈夫ですか？いい感じ、いいとこ出てる。ゆうちゃんだしね。全然出てない。でもあやつ社長が言ってもらって、あやつ社長が言ってたんですよ。みゆちゃんはもう今まで自分がこうキャバクラ人生で俺が見た中で一番ヤバいって言ってたんですよ。ヤバいってどういうこと？悪口ですか？悪口じゃなくていい意味でも結果も残すけどすごい大変って言ってました。あーうーんって。まあ確かにトラブルメーカーではありましたよね。でも負けん気強いってことよね。まあ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 仕事仕事に対してはマジ天地もめっちゃ似てない。え似てます。めっちゃ人よ。似てます。うん、テンション感も、まあ喋りも上手いしな。天智もちゃん一回だけコラボさせてもらったことあって、天智もやばいやったっていろんな意味でな。やばいってどうやばいですか？いやなんか普通の人が取らへん選択を選べるっていうか、感情のままに動くみたいな。理論理屈一旦抜きにして私これがやりたいからって言って後先考えてそれ選ぶみたいな、そういうのができちゃうみたいな。平気できちゃう。私ですねそれ。ああそうそうそう、うん、それほんま天智も。その時のそれで発信しちゃうんでちょっとそれがダメなんですけど、いやめっちゃマジで思うです。旦那が浮気したらどうすんのって話だったんですけど、浮気したら私もすぐやりに行くって言ってたので。イエさんなんで言うんですかね。ほんまにやばいな。失敗して失敗して。女性と行くかと思ったらそういう想像するやつや。タイプとかそういうのを想像するけど自分も行くっていう。おもろいな。その違う、同じ思いをさせるのが一番効果的かなっていう、うん、YouTube でさ、なんかね、キャバ嬢の人になんか10人が集めてなんかこう、はい、売れる方法みたいなんで、はい、枕営業考えしていくみたいな人って、はい、いやいや、すごいこと言うじゃない。違うんですよ、違うんです。それっていいですか？枕営業ガンガンしてたっていうよりかは、例えばブサイクでも、うん、なんかそのお金を使ってくれたらその人がその時だけその瞬間だけかっこよく見えて、うん、店の中だけは好きになれてたんですよ。おー、なるほどね。そう、この人はこんだけお金使ってくれてなんか、あ、いいかもみたいな、かっこいいかもって感じで、うん、その行為自体別に嫌いじゃないし彼氏もいなかったんで、うん、で付き合ってる体にしてました。体にして最後笑ったで付き合ってる体にしてたってすごい。いや私は付き合ってるつもりないんですけど向こうが勝手に錯覚しちゃうみたいな。そうなんです、そうなんです。そういうそれはすごいなって感じ、うん、そういう関係になったらこう付き合ってるみたいな。私枕っていうよりかはその人がかっこよく見えてたんで、どんな顔でも。あれどんな顔でも、あげるで、ちゃまちゃ、ほぼかっこよく見えてたから、無理やりそういう関係になってた感覚はなくて、好意があって、あ、好意があって、すごい、それを言えちゃうのがおもろいな。まあ、全然隠してないんで、言ってるんで、うん、結構それめっちゃバズっとるの見たわ、それ。はい、だってさ、本に全部書いてるからさ、何話しても OK じゃないだって。そうなんですよ、書いてるし、で、なんかその、そういう関係になった方が言いやすいんですよね、マウント取りやすいから、うん、これぐらい使ってみたいな、うん、そういうのなってんから、彼氏やねんからっていう、その時だけ彼氏っていうワードを出して、悪女やね、はい、もう使わせてました。すごいな、はい、だって、あれだもんね、誕生日会の時、全部、ねえ、もういいよ。全部彼氏で。全員が、じゃ全員彼氏じゃなくて、その初期ですよ、初期、うん、もうその旦那と出会う前の話ですよ、うん、入りたての時に、うん、なんかそういう関係の人が被っちゃって、私の人生もうヤバいですから。あ、いやまあ俺も一緒ぐらい多分ヤバい。、うん、いやヒカルさんのお話したじゃないですか、うん、そのオンリーワンで、うん、面白すぎてネタがすごすぎてもう話せないですけど、これは、うん、確かに確かに、ヒカルさんヤバと思って、私もヤバいけど私よりヤバい人おるわと思って。え、まずヤバすぎて、うん、まあ、お互いイケイケやから、はい、話すエピソードが大半が多分カメラで話せへんこと多い、うん、カメラ、ヒカルさんの場合はカメラで話されへんぐらい面白かって、うん、私もヤバいけどヒカルさんもあんまヤバいなと思って、その時の印象で、ね、確かにな。こういう話キャバクラの客としては胸痛んで聞けばいいのかワクワクして聞けばいいのか分かんないですよ。複雑な心境になって。でも色恋はありきですから、それを分かっていかないとキャバクラは。いやそうなんですけど、でもチャンスがあるって話やもんな、これ。そう、チャンスがあるって話にも聞こえるし、胸が痛い話にも聞こえますよね、うん、でもガチ恋したいわけじゃないでしょ。うん。奥さん空いてるんだから。あ、そうそう、あ、奥さんいらんですか。そう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 、何を言ってんだよ。え、エースの流れでやってたから今独身なのかなと思って。あ、なるほど、すみません、忘れてた、忘れてた。あ、なるほど、なるほど。うっかりうっかり。え、室谷さんから見てどんな感じだったの、現役の時。あんま知らないんで、ちゃんと違うよ。こういう子って過去になかなか出てこなかった。いや、いてないよかった、もうこんな、うん、ごめんなさいね、こんな言い方して。僕ら奴隷でしたもん。え、奴隷ってどうなんですか、そういうの。例えば、
まあ、特にうちの店はオンリーワンではミュウの専属のヘルプをおったからね、うち。専属のヘルプ。飲みたいの。あ、飲みたい。飲みたい。すごいな。だからミュウのお客さん来た時にそのうちの従業員が借り出されてそこに行くわけ。そこでもう死ぬほど飲まされるんや。でもね、その後で、ね、私ちゃんと300万使うんですよ、オンリーワンで。なるほどね。でもね、なんか言い方は今の言い方は公平やん でちゃんと300万毎回使ってみたけど、初めはそんな何もなかった。うん、後からミュウちゃん、俺らもこんだけフラフラなってねえから俺らこんだけフラフラなって頑張ってもう飲んでんのに俺店来てくれへんから、うちの人間割合なんやろって言うんで、そっからはちゃんとアフターうち来てくれへんようになったけど、僕もうちのメンバーで、ミュウちゃんって周りが結果この子はあかん、この子はあかん、この子しかあかんっていうのは限られてるから、うちの従業員も3人ぐらいその席ヤバ嬢もそうなんですよ、多いんですよ、その中好き嫌いがね、めちゃめちゃ多いから、家さんがちょっと困ってるんですけど、ヘルプで言ったら僕ら3人飲まないとダメじゃないですか、ね、何十本飲まないとダメですよ全部飲ますんですよヤバいですよ。ほんで、まあ、あんまり飲めへんから飲まし方がおかしいね、アイスタイルを入れたりとかワイングラス入れたりとか、炭酸抜いてくれへんからもうベロベロなんですよ。それをもうほぼだからミュウちゃん引退した時全員バンザイしたんですか。いや喜んでたなんか。いや喜んではない。嬉しい反面寂しかった。あの悪夢からの解放。解放もあったけど。でもあの悪夢癖だったっていう。癖にもあったし、うん、ほんまにもうそうめんめちゃめちゃ応援しまったのも事実やし、うん、でうちの店オンリーワンも応援しまったのも事実。うん、あのまっすぐやからここで決めたらここへ、ね。彼女はだからうち以外はもう行け行けへん。そうはね、それも分かってるから本人はしか言ってない。そう、それも伝わるし、うん、だからミュウちゃんの誕生日なんかうちの従業員全員ヘルプやったのね、酒飲みたいで。だからモロハの剣ですね、本当に。いやほんまに、だから呪われた武器みたいな。だから攻撃力が高いけど自分のダメージ受けちゃうみたいな。敵に回したらあかんのに、敵に回したからすいませんって言ってこの場を開いてくれて良かったです。良かったですね。良かった。好き嫌い激しい、好きのうちやったのに一気に反対側行ったからこっちサイドやったのにさ、だからみんな好き嫌い激しいやん。分かってるよ、めっちゃ狭いやんか。分かってるよ、分かってるから。もうけど今日はもう終わった。だからそう、ヒカさんが良かった、うん、良かった、本当に良かった。汗だらだらやん、俺も見た瞬間こうなんで終わんのみたいな。さっきヒカさんの時マジで嫌がってたもんな。ねえ、見ましたあの顔。なんでモテさんがその顔すんねん。じゃあ嫌がってたんじゃなくて驚いてたよ、恐怖そのトラウマね。もうラインに見せられへんけど、もうやばいよ。でも自分が悪いやん、普通に現実さすんだよ、マジで。いや、その話そう、ミーが悪いみたいになるから、やってください。ごめんなさい、僕の確認する、はい。なんかもう分かりやすい人っすよね、逆に言うと。シンプルだからそのめっちゃ悪いじゃないですか、本当にピュアじゃないですか、ある種のところ言ったらもう子供のまま大人になったみたいな。そうなんです、ほんまに。だから裏表が全くないタイプでしょ。ダメなんですけどね、それはいいとこもあるけど。だから嘘がないってことで。嘘はないです、うん、本当に本音だけで生きてるみたいな、はい、それだとちょっと生きにくいんですけどね、私の性格的に。まあ、確かに確かに、はい。まあ、今のような建前とかがないとね。そうなんですよ、だからね、キャバ嬢とそう絡む時も大変やってね、仲良 い悪いがありすぎ、死ぬほどキャバ嬢と揉めてそうやもんな。いや、揉めてはないですよ、全然。相手しないし、興味ないだけで、ね、そう、好き嫌いが激しいから。そうそうそう、酒飲みながらいろんなキャバ嬢の悪口出てたもん。まず悪口しか言わないから。でも関西の方がいますからね。でもそんな今みゆちゃんが今のキャバ、現役キャバ嬢で一番すごいと思うキャバ嬢誰なの。え、現役キャバ嬢ですか。うん、今一番すごいと思う、そのこんなに辛口のみゆちゃんが一番、いや、この子今すごいと思う人誰なんだなっていう。おる今。私がいなくなった世界に。生きてるキャバ嬢はいないね。私がいないんだよ。おらんか。おらんか。確かに質問の仕方間違えてる。この世にもおらんか。ね、うん。そう。なんかあんまりこうパッと思い浮かだと思います。すいません、なんか。似とるな、俺とめっちゃ。はい、なんかあんまりいなくてちょっと。確かに。そうそう。いや、俺もだって YouTube のもう悪口言ってないもんな、普段。でも尊敬する人は尊敬するって言ってる。そう、俺もそう、うんうんうん、例えばほんまに涼様だけみたいな感じで言ってて、今はいないです。それがいいよ、シンプルで。はい、すいません、なんかせっかく初めて質問をいただいたのに。いやいや、その答えを期待すると若干笑ってそれ言ってくれるかなと思ったら、ほんま言ってくれたから。いや、笑い分かっとるし、すごい、これを笑いを答えてきたのが、これいいんやって、やっぱ、はい、これはマジ、すごい尖り方やな、マジで、めちゃくちゃ尖っとるな。いや、尖ってる
じゃなくて本音なんですよね、うん、だからだからやばいですよね。でもだから俺、だから好き俺は。私たち似てませんなんか気づいた。いや、はい、同じ匂いする。いや、俺初めて会った時に気づいとったの。私もです、うん、あんな俺のブラックジョークでアホみたいに笑うだけだからやばかったもん、ヒカルさんマジで。はい、では食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。多分1時間ぐらいもうプライベートでカメラ回さずに喋ってて、めちゃくちゃ楽しかった。流されへんから、ほんまに。ヒカルさん、面白すぎ。相当だね、激しい会話を繰り広げてね。濃かったですね、この1時間。めちゃくちゃいい、なんか、1時間でした。そうですね。これちゃんと録音されてないですよ、さっきの。え、来てないですよね。来てない、来てない、来てない。来てない、来てない。危ない、危ない、危ない。もちろん、危ない、危ない。いや、僕だけ大丈夫でしたよ。みんなやばかったけど、やばかった。さんがおもろすぎて、ほんまに。まあまあ、このお寿司さんもめちゃくちゃ美味しくて、美味しかった、はい、ありがとうございます。みーちゃんですよね、みーちゃんは本当に初めて。まあそうですね、ここちょっとね、あの定期に出てもらいたいと思ってる。まあ、出た、イカルさんと初めてお話できてよかったです。チャンネルでもコラボすると思うんで、その時はまたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、出ますか。はい、はい、いやー、美味しかったですね。しかもなんか謎のメンツで。確かにこのメンツなかなかないですよね。やっぱみゆちゃんのイケイケ具合がやっぱ最高に気持ちよかったですね。ですよね。やっぱ関西人の僕からするとあれめっちゃ好きなんですよね。いや、俺たちだってこんな感じで前話した時にめっちゃ才能あるって言ってたんですから、やっぱ才能ありますよね、あの子。いや、俺ね、多分ね、あの子と異常に意気投合するんですよ。あとやっぱあの子何でも受けてくれるんで、気分良くなってやっぱ話しちゃうんですよね、どん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 。才能ありますよね。なんか今後、ね、そう、 YouTube 手伝ってて、私コラボやったことほとんどないんでって言ってて、天地もだってモンリョ以外ないんですよ、コラボ。で、ヒカルさんが3番目です。おー、いいっすね、助かります、はい、本当に、はい、また今後もちょっと絡ませてもらおうと思うんで、ね、はい、これもファンの人にはすごい嬉しいことだと思うんですよ。はい、誕生日イベント、あ、それは俺軽く言いましたよ、あの室谷さんの時に。あ、本当ですか。5月28日ですよね。はい、5月28日。これ場所はどこですか。場所は実は六本木のオクタゴンっていうクラブがあるんですけど、はい、そこでちょっと人数制限あるんで、申し込みは概要欄から先着順みたいになると思います。はい、チケット売りますんで。まあ VIP と一般があるんですよね。あ、そうです。VIP いくらからなんですか。 VIP が一応今やってるんですけど、最低20万から30万ぐらい、数が限られてるんで。まあそうですね。あと本当にヒカルさんお祝いしたいんですけどって、実はもうすでに10件ぐらい俺のとこに来てて、今年なんかやるんですかって、もうあの普通の VIP の方から、おー、すごいっす、連絡来てて。でその人たちは俺が一番尽くすっていうのもあの実はあって。あ、ちなみに、ちなみに中村社長からも言われました。ヒカルさんの誕生日は何かやるんですかって言われて、やりますよって言った中村社長は、じゃあ行くって、もうその日は絶対開けとくからって言われて。いや、嬉しいですね。だとか、もういろんな人たちがいるじゃないですか。はい、で多分推し活の、その VIP の人たちの推し活が始まるじゃないですか。いや、すごいね。今年過去一盛り上がるんじゃないかな、誕生日。みんなに会えるのが僕からしたら楽しいですね。あ、そうですね。あと俺ちょっと DJ しようかなって。あ、それはでも大丈夫ですね。そう、あったが良くないですか。いや、ちょっと多分あの場がしらけちゃうからさ、あるんで。本当に DJ 入れ盛り上がります。いや、大丈夫です。まあ、まあ、いけます。だってファンの人は多分見たいはずなんですよ。はい、あー、 DJ 入れね。そう、そう、見たいっす。みんな見たいんですよ。あー、なるほどね。見たいんですけど、はい、やっぱりこう見る機会なかなかないんで、やっぱこうやっとこうかなって。あ、で DJ 入れで盛り上がるの、今度俺らも現場で見たことないもんね、ちゃんとな。ちゃんとだから本当今の DJ 入れの実力を見たい人も、まあぜひ来てくださいということで。そうそうそう。で俺と一応その今ちょっといいですか、軽く、はい、こんな感じっていうの。俺と桑田さんでとりあえず司会進行みたいな感じで、桑田さんと一緒にやろうと思ってて、桑田さんいると結構盛り上がっちゃう。うまいですもんね。そうなんですよ。でそれで俺ちょっとコンテンツいろいろ考えたんですよ。阿久津さんが祭りくじやりたいって言ってて、そのオクタゴンの中にあの横にくじの売り場があって、1万円と10万円と100万円やるって阿久津さん言ってました。100万円のくじ、はい、何売るねんそれ。あのそれはあの VIP の人たち売りに行くって言ってました。おお、それはおもろいですね。まあまあ盛り上がりそうですね。盛り上がりそうじゃないですか。はいはいはい、まあ、VIP はもうお金持ってるんでね。あ、そうです、はいはい、まあ、で VIP の人たちにおごらせて、はい、一般の人たちに対してもこうプレゼント企画とかね。あ、すごい。そういうのもなんかあのやったがいいよねって。やっぱその一般の人たちはなんかこう、はいはい、椅子もないじゃないですか。確かに確かに。だからその人たちからしたらさすがに奉仕しろよって。あ、それは阿久津さんなんです。それも、あ、いいですね。なんかまあ本当にまあ VIP の人たちはもう多分お金持ってるんで、うん、酔わせて気分さえ良くすればなんとかなりそうですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。多分ね、林さんとかも、うん、もう何でもいいよってなるはずなんですよ。確かにね、盛り上がりそうですね。そうなんですよ。シャンパンは聡明さんが、おお、すごい、はい、もうついてやりたいって言ってて、一般の席も入れる数が大体400ぐらいって言われたんですよ。へえ。だから400人限定になると思います。じゃあ倍率めっちゃ高いんじゃん。
すごいんじゃんこれ。多分今までのちょっと誕生日と違う形の、なるほど、なんかファンの人も楽しめるし、多分ヒカルさんを本当に俺たちは喜ばしたいっていう。いや嬉しいですね。うちのスタッフたちみんなでちょっといつもの恩返ししようっていう感じの回です。ちょっと僕にとってのサプライズみたいなもんでもありますよね。僕も本当内容把握してないんでよく分かってないんで。そうです。だからもうヒカルさんはこれ以上は俺たち言わないんで、はい、当日来てください。はい。まあ、とりあえずもしかしたら体調不良になるかもしれないですよ。いやダメです。体調不良だったらただ単に俺の DJ イベントになりますよ。それ地獄でしょ。絶対このファンの人たちから返金しろって言われてますよ。まあ、まあそうですね、はい、まあ本当に体調管理はしっかりして。28日何時からですかこれ。一応時間に関しては一応9時からスタートで、本当に深夜の2時とか3時ぐらいまでやろうと思ってて。ああいいっすね。ゆっくりで、そこで、ね、まあ、普通にこうコミュニケーション取ったりとか、例えば DJ フミヤだったりとか、千葉にゃんとか、まあ、いろんな人たちも DJ してよっつって言ってて、なんか結構楽しい回にしようかなっていう。これは相当盛り上がるんじゃないですか。だって僕のチャンネルって実は準レギュラーの人とかレギュラーの人とかがこぞって精鋭揃いする可能性あるんで。そうです。そうなってくると相当多分ファンの人からしたらそんなイベントでもうまずないんで。ないです。めちゃくちゃ豪華なイベントになると思うんで。そうなんですよ。まあこれはもう満足度上げようっていうのと、もう単純にヒカルさんに喜んでもらいたいっていうのをみんなで表現しようって回ですね。今までホストだったから高かったじゃないですか。まあ確かにね。だから一般の人はなかなか来れなかったんで、それがこの動画で来れるっていう。なるほど。まあそれも概要欄の方にまあ詳細貼っとくので、ぜひお願いします。いやー楽しみやな。ところでもうあの結構いい感じじゃないですか。まあいろいろ、まあ本当にいい一日でしたね。やっぱり ね、このレクサスなんか撮影としても映えるやん。なんか全部が背景白いからさ、綺麗に撮れるっていう。俺分かったんですよ本当に。このレクサス入江さんが持つのと俺が持つのどっちの方が会社のためになるかって考えたんですよ。まあ、俺っすね。いや、なんじゃそう思うんですか。いや僕はやっぱりこう、やっぱりここで仕事しまくって個室の空間で情報を守り、ヒカルさんの情報を守り、情報ヒカルさんの情報を運転手にも聞かせない、この分かります、はい、情報を守って、はいはいはい、ヒカルさんの案件を取って、はいはい、で大きな仕事をして、でここでも商談をし、なるほど、情報漏洩がないように、はい、はい、そうです、情報漏洩ないように俺としてはヒカルさんをお守りするっていうのが、なるほどね、はい、確かに、まあ、それは一理ありますね。でしょ、情報管理重要なんで。まあ、確かにね、はい、一番大事なことかもしれんね、それ、はい、あざっす、はい。じゃあ入江さんが持ちながら全然持ってもらっても、いやちょっとそれでやめてください。そうそう、だから昨日の動画が良かったんで、はい、なんかこう変なコメントもなく、はいはい、あ無事いい感じだなって思ったんですけど、これでそれ言ったらお前の乗れる身分じゃない、お前は一平だって言われるんですよ。ああ、それはコメントだったんですよ。なんかね、本当に光が大谷だとしたら、あの、はい、入江さんはまあ水原さんだっつって、はい、まあ全然そんな関係じゃないんですけど、まあそうですね、乗りたい時いつでも乗っていただければ、ガチの話、僕も正直多分このレクサスだってほぼ乗らないと思うんですよね。俺だってメンバーで移動すること多いんで、2人しか乗れないんですよここ、はい、2人しか乗れないと僕らとしてはやれないこと多いんで、そうっすね、結局持て余しちゃうんですよ。で実際乗り心地いいんですけど、これね1個ね僕と合わなかった点があって、はい、乗り心地が良すぎて眠くなっちゃうんですよ、はい、必要以上に、ね、寝ちゃうと思うんで俺ここいたら。でそれはあんま良くないなっていう、納車せっかくしたんですけど皆さんにあげます。まあ、いつもお世話になってるんで2000万おごりで、また請求書だけ送っとくんで。え、俺買ったのに。はい、今日の案件代にプラスアルファで2000万乗っけてもらって振り込んでもらえたら、おっすおっすおっす。やっぱ世の中はそんな甘くもないし、長崎でブイブイ言わせてたかもしれないですけど、東京じゃそれ通用しないんで。確かに、あのそれをやりたいんだったら長崎帰ってくれって話なんで、うん、カズ早めにお送りして。早めにお送りしてこれ。でもなんか、まあ、俺は本当に出会ってね、こうやって商売させていただいて、はい、もう俺たちもこういう車にも乗れて、ありがとうございます。いや、こちらこそっす。いや、なんかね、コメントだったんですよ。ヒカルにとってのルチルは入江であり、入江にとってのルチルはヒカルだったんじゃないかみたいな。ほんまにその通りかなと思ってて、入江さんと出会って人生がバーンって開いて、もう僕にできないことを入江さんがめちゃくちゃできるんで、後ろ完全に任せれるっていうんですかね。自分を目の前のことをやってれば、後ろは入江さんがいるから安心して僕はもう攻めれるみたいな。ずっとなんかもうフォワードの位置にいて、もう点取ることだけ考えてればいいみたいな。っていう、これがやっぱ完璧に良かったなと思うんで、それが僕他の YouTuber にないとこだと思うんですよ。もちろん僕がこう他の YouTuber と比べて熱量が高いとか、いろんなその要素あったと思うんですよ、成功に対して。でもやっぱこの目の前のことだけガーって見て、それで結局結果残し続けるのって、後ろがちゃんとしっかりしてるからなんで、それはやっぱ入江さんがやっぱこうやってくれるんで、すごいこううまくいってる、ほとんどの大部分に入江さんがいるんだろうなっていう風に感じますよね。あとやっぱ何よりやってて楽しいんですよ、一緒に、うん、もうそれがでかいです。確かに、やっぱその稼げるだけとか成功するだけの関係だったら面白くないんですよ、うん、楽しいが一番上に来てるんですよ。一緒に何かやって話すのが楽しいとか、バカみたいなこと言って笑い合うのが楽しいみたいな、それが結局一番だと思ってるんで、その上で成功があるっていう、本当にね、完璧なコンビだと思うんで、いや今後もだからね、こう入江さんといろんなことやっていこうと思うんでね、まあ、とりあえずはレクサスは入江さんの方にあげるんで、はい、全然もう僕も本当にまあお世話になってるんで、何もしないわけにいかないんでね、はい、まあ俺買ったけどね。
俺が買ったけどね、はいはい、こんな感じのね特殊な関係で、今後もやっていきたいなと思います、はい、まあ、今回ちょっといろんなねこの訴求したんでガーラのねほんとたくさんのことがリンクも6個くらい貼られてるかもしれないですけど興味あるやつをクリックしてもらえたらなと思います。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。すごいなこの動画も。なんか今日だってこのレクサスから始まってまさか最後みゆちゃん出てくると思わないじゃないですか。ですね、すごい動画やなこれ。本当にみゆちゃんは才能あるってずっと言ってて、で俺たちもずっと手伝ってるんですけど結構やっぱ撮るんですよね再生。まあ喋りうまいですからね。しかもあんだけ赤裸々に何でも話せる人って裏表ないからレアなんですよね。そうですね、やっぱあれって捨て身じゃないですか。捨て身っすね。ある程度叩かれるしそれ覚悟でやってるんで、うん、メンタル強くなんてできないし、あのスタイルは結構他の人真似できないんで、まあ強いっすよね。いやーいい一日だったわほんま。すごいっすよね。俺本当に思うのが、はい、レクサスこれだけでこんな一本よく撮れますね、はい、いやでもなんかもう流れっすよね。でも撮れなかったら多分後日まず撮ると思ってるんですよ、はいはい、やっぱなんかこう今日撮れるか分かんないけど撮ってみてダメだったら、まあ、2日目3日目なんなら1週間回しちゃえばいいかなっていうそういう感覚で最近撮ってますね。なるほど。それで満足いくとこまで撮っていいのできたら終わりみたいなんですよ。で今日はなんだかんだこう室谷さんとかのおかげもあっていいの撮れたん でこれで1本かなっていう。室谷さんだってもう仕事切り上げさせてからね撮ってますからね。本当にねああいう存在がいるからヒカルチャンネルここまで来てるんだなっていう。確かに。いや脇役が強すぎます。確かに。正直脇固めてる人たちがめちゃくちゃ強いんで本当になんかこういろんな動画撮れるしパターンもなんかなんか無限にやれるしすごいっすよ。だってこのレクサスも入江さん買ったからこの動画撮れたわけで、普通の人でその身近にレクサス買わないじゃないですかあんまり。確かに確かに。でそうなんです。それがもうそう異常なんですよ。だからそういうのが今はもうなんかゴロ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 転がってくるんでマジでなんか人に恵まれてるなっていう。最近よく言われるんですよ、なんか本当ワンピースのルフィみたいなこと起きてるみたいな。いや思う。人がどんどん集まってきててみたいな。何も狙ってもないし、でまあ本当にいろんな人のおかげで縁を持たせてもらってっていう感じなんですよ。でも全部の中心にヒカルさんがいる気がする。本当に今力ある人たちがヒカルを応援しようみたいな今雰囲気になってるんで。いやそうなんですよ。それが本当にありがたいなと思ってて、うん、マジでなんかね流れが来てんすよね。この YouTube10 年目にして今が一番来てるんですよね。マジで最高を今更新し続けてる途中で。いやでもマジでルフィみたいだな。本当いろんな力持ってる大人がどんどん協力していくんで。本当そうなんですよ。なんでこんなこと起きてんだろうって自分でも思ってるんですよ。だって中村社長とかめちゃくちゃすごい社長さんじゃないですか。そうそうそう。それがねそんな風に誕生日だと行くよみたいなならないじゃないですか。だってまだ会ったのも僕1回だけですよ。そうっすね。はい。レースおかしいんですよ。1回目会った時になんかあんな、なんかバカでかいし、ね、はい、ほぼほぼなんか盗み取ってね別に盗み取ったのに感謝されてるって意味わかんないじゃないですか。確かに。でやってることやばいんですよ。だから本当にでもそれが成立してて、俺室田さんにカメラ回ってたら言われたんですよ。ヒカル君はねみたいな、俺らをワクワクさせちゃうんだよねみたいな、うんうん、なんかこうこう行きたかったけどこう行けなかったところを本当にそのど真ん中を走ってるから巻き込まれてもいいかなって思わせられるっていう、うんうんうん、もうこの人に巻き込まれて多少被害を受けようともそれが心地よくなるみたいな、そういう才能があるみたいな。だからもうそのままどんどん突っ走ってほしいみたいな。だからもうその脇はもうだからもう僕とかいろんな人が固めるからもう本気そのまま突き進んで普通じゃ見れない世界をちょっと見せてもらえるだけでもありがたいから見せてほしいみたいな言われたんですよ。いやでも夫人がすごいです。だって中村社長もそうだし、いやそうです、あやつ社長もそうだし、うん、松浦さんもそうだし、はい、考えてみてください。これ林さん桑田さんって考えてみて、何人いますこの、いやいやこの夫人、このバケモンの夫人、このえぐいっすよマジで。でしかもみんな例えばですけど、光さん例えばですよ、はい、マジで本気で困った1億必要だっつったら多分全員出すと思いますよ。確かに。うもうノールックで出すと思いますよ。確かにノールック、ノールック1億いやでも俺も正直な話、光さんが困ったってお金って言ったら、俺も ある分だけ出しますもん。それはやっぱりこれは俺はもう絶対ですね、うん、でそれだけの信用がねここまで来たのが、まあ、僕はそうならないように生きてますけどね、うん、いやこんだけ破天荒のに生きてるように見えて、僕意外にも最近結構真面目ですからね。真面目です。もうお金は本当に事業にしか使わないようにしてるんで、うん、だから今こんだけうまくいってるからこそ調子乗らないでおこうっていう、うん、やっぱこう調子乗ったらそうダメなんですよね、うん、YouTube 上では調子乗って発言するんですけど、プライベートは調子乗らないようにしようっていう、うん、地に足つけて生きようっていうテーマで来てて、だから今うまくいってると思うんですよ。これが大事ですねやっぱね、うん、僕はやっぱ思うんですよ。まだまだ実力がないなっていう。でもちろん YouTube という世界で YouTuber の中で実力ある方もかもしれないですけど、世の中バケモンが揃ってるんで、その経営とか投資家としてとかっていう視点で言ったら僕は二流中の二流なんで、なんか運が良かったから今ここにこうやって存在してると思うんで、だからそこをわきまえて今やれることを全力でやって、やっぱり僕に求められてるんで影響力だったりとかそういうとこだと思うんで、そこは失わないように、絶対に数字失わないようにしようって思ってますね。もうやっぱ数字ってやっぱ僕がコントロールするもんなんで、周りの人には協力してもらいますけど、僕が取ろうとする意思がなかったりとか諦めた瞬間数字って落ちちゃうもんなんで、もうそこだけは絶対の歪んでも取るっていう。もう100万再生も今94本連続とかですよ。すごいっすね。確か怖いなこの俺の再生数伸びないかな
怖すぎる。昨日の入江さんの動画も今再生数今26時間ぐらい経って75万再生すごっ。はい、はい、でもうすぐ10本中10位でダントツで悪かったんですけど10本中9位になりそうっす。おお、後から伸びてます。あざす、はい、やっぱ中身良かったんで後から評価されてるっていう。でもめっちゃコメントいいっすね。めちゃくちゃいいっすよ。今の僕の視聴者の人ってビジネス目線持ってる人めっちゃ増えてるんですよ、うんうん、だから大人向けのこの仕事の話聞きたいって人結構多いんですよ、うんうん、そういう人からすると最高にたまらない3時間半だったんじゃないかなと思いますね。YouTuber っていう枠から今飛び越えようとしてると思うんですよ。でもこれ本当に室田さん言われたんですよ、本当に上場者すごいよみたいな。そんな上場なんて簡単にできないから上場した瞬間本当に世界が変わるねっていう風に言われて、ますますだから絶対そうしようみたいな、はい、で実際上場宣言を3月1日したんですよ、うん、そっから今1ヶ月半ぐらい経ったんですよね、はい、でどうなってるのかって結構聞かれるんですよ、うん、すごい今順調です。順調です。いやめちゃくちゃいいっすよね。いいっす、まあ、こんなうまくいくのありえないってぐらい本当にうまくいってます。いや本当に今月は、まあ、ヤフーニュースでもなってましたけど今月マジで過去最高利益です、はい、もう俺も正直言って侍もそうだし、はい、俺全部のいっぱい会社やってるんで、はい、全部もう過去最高値っす。やばいんですよマジで、はい、僕も会社3つぐらいあるんですけど、うん、僕も全部最高値いってるんで、うん、ありえないじゃないそんなこと、うん、同時にルチルパーなんですよこれ。ルチルパーです。すごい。ちなみに、はい、さっきまた速報来たんですよ、はい、たらなんでかずっと売れ続けててまた500万プラスになってました。何が起きたのこれ。恐ろしすぎます。もうなんか全員今リザードのチームは会って会議するときに石が何とかしてくれるって言ってますからみんな。そうそう、ルチルが何とかしてくれる。でだってなんかこうこれちょっと仕入れのリスクとかこれあるけどって話もするんですけど、まあヒカルさん運いいしルチルあるからいけると思う。だってヒカルさん運がいいからとかそんな感じですよ会話が今。いや俺ね本当にね運がいいっていうのを言い続けたからか分かんないですけど、ヒカル運がいい人っていうのが結構浸透してて、ちょっと前にその林さんがミーティングでっていうのキャバクラ行った時に、キャバ嬢の人が僕祈ってたんですよこうやって、うん、いや本当になんか運良さそうなんでちょっとだけ祈っときますみたいな。やばないですか俺、祈られる対象って意味わかんないですよ本当に。どういうことなみたいな。いやでもね本当ルチルの出会いって、だって山梨でヒカルさんがあの怪しい感じで数百万で買った石が、いやもうこれ本にした方がいいっすよ。ほぼほぼルチルを山梨で買ってからの出来事を 2,3 年ぐらいまとめたらそれ本になりますよマジで。本当ですよ。いやあれ買ってからのこのなんか発展の週やばないですか。やばいっすやばいっす。しかも俺あのでかいルチル来たじゃないですか、はい、あれからもっとやばなってる最近。だからルチルのちっちゃいルチル、始祖のルチルって言ってるのあれ俺、始祖から超大型ルチル来て最後まで進撃のルチル来ると思ってるんですよ。進撃のルチル進撃のルチル。そうなった時はもう世界一変するんじゃないかなと思ってて。なるほどね、はあ、いつかまだ進撃のルチルと出会うんだろうなと思いながら生きてます今は。この光る物語どこまで続くのか、まあ、僕が死ぬまで続きますから、光るが朽ち果てるまでは続くんで、これを皆さんも楽しんで、まあ、3日に1本ぐらいのペースですけども、はい、週刊連載よりは早いんでねペース。僕はもう死ぬまでやるつもりなんでね。いや俺の40歳50歳は想像してほしい。いやいや、おもろすぎでしょこれ、うん、見えないでしょ俺の40歳50歳何してるか。もう見えない。俺多分50歳になったら本当にもうほんま分かんないですよ。女の子多分4人ぐらい並べて四つん這いして杖でついてますよ。お尻ずっと車椅子で、ね、後ろにヘルパーつけて押してもらって、そういう未来は待ってるかもしれないですから俺。なるほどね、はい、でもなんかみんなに楽しんでもらえるように僕は YouTube やっていきたいんで、やっぱ結局見られてなんぼなんですよ俺も、はい、だからみんなが湧かないと楽しくないんですよ。みんなが湧くから面白がるからもっとしよう、これしたいってなるんで、そういうね楽しいこと面白いことを今後もやっていくんで、皆さん今後もよろしくお願いします。